はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。カメラマンが物件くんです。いや、物件ですよ。物件か。新生活始まってるけども、おい。いや、どういう開始だよ。いや、新しい物件で。ああ、なるほどね。僕の件の感じは、お菓子の片揚げポテトのあたです。具志堅の件ってお菓子の片揚げポテトの型なの？片揚げポテトのあたって言ったでしょ。なんで北斗の件の雑魚キャラ一人倒したの？飛行打たれてないわ、俺。ということで、具志堅、一緒に伝説作っていこう。おう、あた。いいよ、あたは。今日はね、最高の時間です。もう1年の集大成。この瞬間を待ちわびて、クワガタカブトムシを飼育してる人っていうのが、大半を占めてる。クワカブ…あー、でも違うな。いや、もう言えよ。あ、自信ないけど、言うか。あ、いや、言ってよ。ウカ掘り出し。いや、当てに来るんかい。おい。でも、ウカ掘り出しございます。はい、はい、一番楽しい瞬間、憧れの自分たちが好きなクワガタが、幼虫、サナギと経て、まあ、産卵セットで無人幼虫取れてね、っていう、まあ、いろんなドラマを積み重ねて、ようやく憧れの姿にこうなってくれるという、こうもう奇跡の繰り返しだから、やっぱ成虫になるって。そうですね。そういった中で無事に成虫になってきてくれてる子たちっていうのが、いるんで、それを掘り返していくというところで、じゃあ早速出しましょう。はい、今回こちらです。はい、はい、こちらです。逆を、えギロリ。あ、いいね。ギロリ、ギロリ、ギロリって。ふっ。ええ、腕動かせよ、もっと。動かねえ。可動域狭いな。ちょ、もう一回頑張るわ。あ、いけそう。あ、もう一回だ。あ、いけるわ。いきます。うん。ああ、ごめん、これね。あ、それです。それ。はい、こちら、合計18匹。オスだけかな、多分。って感じの、もう贅沢掘り出しになるんで。うん、しかも種類はね、多分基本的にオオクワガタ。お、うん、世界のいろんなオオクワガタが登場すると思うんで、まあサイズとかそういった部分も含め、どんな姿になってくれてるか、うん、1匹ずつ無事なのを祈って掘り返していきましょう。はい、ということで、必要なものこちらです。はい、はい、こちらです。うん、はい、掘り返す用のスプーンと測り用のノギスですね。あー、逆だね。こっちがノギスか、でこっちが掘り返す用のスプーンだ。いや、ちょっと、惜しかったな。またチャレンジしてください。何のゲームコーナーなんだよ。あ、ごめん、それね、この2つ、うん、はい、と、一応、成虫を置いとく用のフィールドを用意しましたんで。はい、はい、じゃあ早速、もうバンバンいきましょう。18匹いるからね、テンポよく、うん、やっていきたいね。サクサクと、行きつつ、まあちょっと、まあ見とれつつやっていこうと思うんで、うん、はい、さあ、もうね、ちょっと多分純不動になるかなと思うんだけども、ちなみにこれ赤目ですね。岐阜県の赤目のオオクワガタで、これ2021年の6月割り出し、だから約2年。21年。そう、オオクワもね、基本1年周期で羽化してくるんだけど、うん、たまにその羽化するタイミングを逃して2年、そっから1年後とかに羽化してくる子もいて、うんうん、そのタイプだね。そう、中にはだから2年で羽化するタイプの子もいる、うんうん、平均の倍以上かかったって感じだね、これは。うん、そう、さあ、まあ無事であれば、はい、さあ行きましょう。結構ね、だから2年かかる子とかって、そのもう幼虫セミ化って言って幼虫のまま息途絶える時もあるから、そういった部分では無事にとりあえず羽化してきてる感じはあるから、そこはまず一安心かな。さあどうでしょう。お、元気です。いきます。さあ最終体重は一応 23g、 だから比較的赤目の中では重い方、体重は。さあいきます。こちら、はい、お、元気だ。はい、おー、来ました。おー、まあ、大型系のオオクワガタとは違って 70mm いったら十分でかいって感じだから、そこで言うとワンチャンあるかな、サイズ。赤目、お、綺麗な赤目だね。ここ、目が赤い感じ。わかるか、ここの。おー。ルビー色の感じの。綺麗な子です。さあ、サイズはどうでしょう。はい、来ました。お、69.5。はい。ギリ70はいかずだったけど、十分でかいね。はい。まあ、そんなにサイズ気にしてない種類ではあるから。無事で何よりですね。岐阜県か。岐阜県もなんか夏は暑いイメージあるな。
あ、そう、はい、俺わかんないわ。俺あんま温度とかで気にしてないな。なんかね、うん、あるなんか最高気温とかでその熊谷とかがさ出るイメージはあるけど、うん、そういう感覚。埼玉もそうじゃないですか。そう、埼玉のイメージだわ。だから俺暑いとこは、岐阜も暑いんかな、もしかしたら。なんか、ね、大学、うん、高校の、うん、大学高校、ああ高校の友達、そうです、うん、岐阜に行く人がなんか多かったです、大学の。おお、あ、なんか多いというか、うん、なんかそこの岐阜行ったら沖縄と沖縄より暑いみたいな人が、まあ、なんか毎年なんか聞いてた。あ、本当に？高校生の時に。え、それなんかみんなでバーベキューとかしてる時の話じゃない？いや違うわ、さすがにそんな鈍感じゃないよ。年中夏のシーズン。ああでも意外と暑いんだ。うん、そうそうそう。沖縄とか逆にこう風通しはいいもんね。そうですね。宮崎もそうだけど結構カラッとしてるというか。そう、それもあるかもしれないけど。うんうん、ああでも岐阜県が暑いということで。そう。ああ。いるってことですよね、自然界で。あ、そうそうそう、まあ、これとかは、まあ、こいつらに関しては多分、まあ、10年以上前に捕まえられた子ではあるんだけど、そうから類代してる子、うんうん、そう、まあ、一応各地にいたりはするからね。あ、見つかってないとかもあるかもしれないけど、そう、まあロマンだねそこは。いや、ありがとう、どうしても聞きたかった情報を。いや、そうでもねえな。俺がなんか勝手に話しただけで。いや、でも嬉しいわ、そうやってこう前のめに話してくれるのすごい嬉しいから。おうおう、引き続き頼むわ。さあ、そして次来ました、グランディスオオクワガタ。おう、世界最大のオオクワガタ。うん、うん、これもう僕がずっと類代してる子で。 え、どうした？お、メスですか？いや、オス。おぉ、グイグイ来るね。あ、嬉しいわ。そのサイズの、うん、禁止便で、そうそうそう、1400の、うん、やつで、最終体重が 38g。 グランディスの中ではそんな重いわけではないけど、うん、オークワ、国産のオークワとかだとあんま見ないサイズ感、グラム数は。で、一応割り出し時期が2022年の9月、まあ7月ぐらいに孵化してる子かな。だからまあ9ヶ月ぐらいで羽化してきましたっていう感じで、ただね、最後暴れちゃったから 38g あれば無事に順調に羽化してくれば80ミリとか超えてくるけど、そこまでにはなってないと思ってる。うんうんうん、ただだから無事であればって感じですね。さあ行きます、結構すぐ行けるんじゃない？大丈夫か？あ、大丈夫です。はい、さあ行きます。おお、来ました、いきなり来ました。見て見て、おお、これ勇ましいでしょ。僕がずっと飼育してる大好きなオオクワガタ、参ります。はい、おー、あ、でも思ったよりはしっかり育ってくれたかな。はい、この真ん中の顎の主張が強いオオクワガタ。国産のオオクワとかは結構先端に2つパッパって出るけど、グランディスはここの根元に近い感じで横にこう来るから、顎の立体感というかこう勇ましさ、男らしさみたいなのを感じれる種類。いいね、あ、意外とでかい、70後半ぐらいはなってそうかな。さあサイズはどうでしょう。はい、来ました、結果、74.8。 はい、まあ一番一応レコードで言うと90多分4ミリぐらいになってるのかな。だからそこから言うとだいぶちっちゃいけど、やっぱこう立派だよね、迫力あるね。はい、38g だから、まあ本当は80とか言ってたかもしれないけど、まあ、さなぎになる前にちょっと体重が減ってちっちゃくなっちゃったかなっていうイメージかな。あ、暴れちゃうんですか？そう、暴れちゃった。ご飯を食べないと。そう、ご飯を食べずに、だからずっとマラソンしてるようなイメージ。そう、だから体力だけ消耗しちゃって、でまあ体重が減ってこうさなぎになろうとしてくれた感じかな。うん、まあでもだいぶ立派でした。はい、さあ、まあ見事です。で、一応グランディスの自分家のマックスが83とかだから、まあ、そこを超えれたら最高だねっていう状態、今年は。さあ今のところ無事で何よりですが、次は、お、国産オオクワガタ、うん、YG ケット大型のオオクワガタ。だからさっき赤目の子が出たけど、とはまたちょっと雰囲気変わるサイズ感になると思う。で、こいつは、最終体重が26。こいつも暴れちゃって、最高体重は32で結構大きかったから80ミリ超えるかなって感じだけど、26グラムぐらいになってくると、うん、80ないんじゃないかなっていう予想。さあ、
ちなみにこれ2022年の5月割だし、だからまあ4月ぐらい、丸1年って感じだね。さあどうでしょうか。いきます。はい、お、来ました。あ、でも意外と立派じゃない。グランディスよりはでかそうじゃない。分厚い。なんかでかいね。あ、でもまあ70かな、80はなさそうかな。でもだいぶ立派。さあどうだ、サイズは、まあ、ざっくりですが、意外とそんなないか。はい、来ました。75.5。 さっきのグランディスよりちょっと大きいって感じかな。かっこいいね。やっぱこれぞ日本人のクワガタ、カブトムシ好きが最初に憧れたクワガタと言っても過言じゃないんじゃないか。ちょっと動いちゃうか。はい、まあでも1ヶ月ぐらいもうこのサナギの中、サナギの部屋の中で過ごしてたからしっかり固まってくれてるね。うん、もう真っ黒で。まあ75、まあ平均的かな、うちで言うと。80超えてくるとでかいねって感じ、イメージで言うと。はい、見事でございました。はい、はい、さあそして、5匹目。今のところ種類は全部分かれてるね。お、次は、あ、次国産オークは YG、 これも最終体重26、うん、で同じぐらい、まあ約1年だね。22度管理で約1年です。さあ行きます。さあこれはどうだ。お、いました。おー、はい、来ました。 おー、でかいよ。さっきの子よりでかいんじゃない。そうだ、こっちは 26g が一応記録としては測ってる記録だけど、その後もしかしたらしっかり食ってくれたかもね。さあサイズは70後半ありそう。シュッとしてかっこいいねこいつ。さあどうでしょう。はい、来ました。78.3、はい、うん、素晴らしい。顎がシュッとして、でお尻が引き締まってるからかっこいい。本当だ、うん、さっきの子の方がこうお尻がでかかったから。まあね、一匹一匹ね。そう、もう個性個性よ。行ってみたら同じ種類だけどね。そうそうそう、だから俺らも一人一人個性があるのと一緒で、やっぱクワガタも一匹一匹こう違いあるから、まあ、そこの楽しさあるね。たくさんこう掘り返した時はそこの違いとかも楽しめるから、そうか、うん、最高。さあ引き続き国産オークアです。 YG ケットこれ28だから、可能性として今までで一番80ミリいってる可能性あるかも。さあどうでしょう。お、いました。あ、でもでかそうだぞ。あ、どうしよう、ちょっと見せたいな。あ、まあいいか、いきます。はい、おお、お、でかい。あ、でも一緒ぐらいか、思ったよりは。さっきと一緒ぐらいかな。まあギリさっきの声ちょっとでかいかもぐらいかな。さあサイズ80はなさそうだけど、はい、来ました。結果 78.4、ほぼ一緒か。さっきの子よりかちょっとお尻がでかいね。てぐし君が言ってます。なんで自信なくしたんだよ。俺もあんま分かんねえよ。どうなんだよ。そうで、これ幼室サナギの部屋を作ってる時に幼虫がこういうポリ、こういうプラスチックなんだけど、うん、これガジガジする時があると。それでここ穴が、幼虫の段階で。そう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 、幼虫の頭で。幼虫の頭、顎あるからそれかじってこういう穴開く時とかある、うん、すごいパワーだよね。恐ろしいな。パワープロでオオクワガタ幼虫とかが出てきたら多分パワー S だと思う。ああ、幼虫なのに、うん、ピンク色の S、 ピンク色の S、 A が赤で、うん、A が赤で S がピンク、 S がピンク。なんで繰り返したんだよ。実家かよ。帰ってきて。何か。ああ、帰って。そう。ああ。S が S 二回言ったから帰ってきたから実家かなと思ったけど、違うらしい。いや、まあいいっすよそれで。めんどくさくなんだよ。あ、でも無事78でした。はい。さあそして次は、お、また変わりまして、次はインドアンタイウス。あー、世界で2番目に大きくなるオオクワガタ。光沢感がある。光沢感がある。グランディスオオクワガタが1位、一応レコード、シークレコードだと、うん、今ちょっともしかしたら前後してるかもしれないけど、
で、2位がインドアンタイです。インドアンテ。インドアンテ、そう、通称インドアンテと呼ばれる。これが最終体重 42g。 43g だね、うん、だけど、ちょっと暴れたから、もし、暴れてなければ82、3ぐらいはなってると思うんだけど、80いってくれてたら嬉しいかなって感じだね。さあ、もう高級車を彷彿させるような光沢感、注目してください。さあ、いきます。はい、おー、来ました。おー、ごつい、かっこいいね、このゴツゴツ。またおーわー、日本のオークアともグランディスとも違う感じ。顎もね、でっかいし、この光沢感がえぐい。背中とかのすごいよね。そう、だから超レスラータイプだね。国産オークアに比べたらもうガタイががっちりして。さ、サイズはでも意外とでかいかな。一応うちのマックスが82かな、今んとこ。そこを超えてくれるかどうか。さあ、はい、来ました。結果 82.0。 おほぼ一緒かな、うん、レコード対自分の飼育レコード対ぐらいですね。だから意外となんとか残ってくれてたかも、体重。素晴らしい、かっこいいね。セダン車のようなね、その黒塗りセダンみたいな、かっこよさあるね。そんな、だからやっぱずっと人気の種類って感じ。で、同じオークアでもね、地域によって変わったりするから。これもインドのアンタイアス、いろんな場所にいたりするんだけど。あ、そう、まあ、世界で結構見られる種類。はい。さあ、そして、8匹目、うん、これは、お、国産オークア YG ケット、大型系、うん、で、これは 30g だね、最終。だから一番今んとこ期待できる 30g あれば 80mm は超えてくれる可能性あるかな、うん、っていうところで、国産オークアの自分ちのレコー、その自己記録は 85mm。 そう、だからうちで言うとグランディス、アンタイウスよりも国産オークアの方が大きくなってるっていうのが現状、うん、だからまあ85まではいかないけど 80mm になってくれてたら嬉しいってやつだね。さあ、どうでしょうか。これはどこだ、洋室は。動き出して、あ、ここか、ここですね。さあ、行きます。お、でもでかそうだぞ。行きますよ。はい、お、来ました。はい、お、いいね、立派じゃない。やっぱスラッとしてるな、アンタイウスの後見たら。そうですね、横幅がやっぱでかいからな、アンタイウスは。顎もスラッと、あ、長いね、顎も、はいはい、めっちゃスタイルいいわ。これ結構期待できるかも。さあ、サイズはどうでしょう。はい、ここだね、来ました。結果 81.4、 85へ。うーん、素晴らしい。アンテ、国産オークは共に80超えてくれました。すごい、すごい。今回出てきてるオークアの中で言うと、あとはじゃあグランディスだけ80超えてきてない状態か。グランディスも超えたら神回だな。85へ3周、うん、クワカブ界の3トップ、うん、オークワが高いのね。なるほど、素晴らしい。81、素晴らしい。あるかもな、だからまだちょっと確認できてないけど、うん、アンタイウスは自己記録タイぐらいだったけど、うん、グランディスと国産オークアもしかしたら自己記録超えるような子もいるかもしれない。はいはい。さあ、というところで、お、次はインドアンタイウス。あ、戻って、戻って、これは 36g 最終。ちょっと暴れて、うん、マックス 43g だったけど落ちたって感じだね。だからこれもまあ80いってたら嬉しいって状態かな、うん、さあ、どうでしょうか。お、来ました、いきます。はい、お、やっぱごついな。もう平たくわがたみたいな横幅だもんな。確かに。いや、横もうでかすぎて、うん、横断幕みたいだもんな、もう横が広いから横断幕かと思った。横断幕、うん、あの風に揺れてないでしょ。いや、そこなんだ、横断幕かどうかの認識の部分。場所によるだろ。いや、文字見えないしとかないから別に。ああ、確かに太い、太い、でかいよね。国産オークアの後だとより感じれるかもしれない。
サイズはちょっとちっちゃいね、さっきの安定より。80ギリいかないんじゃないかな、79度か。はい、来ました、結果 79.0、 はい、うん、まあでも十分立派です。やっぱかっこいいな。いや、結構魅力的だな。いや、かっこいいよね、これはこれでね、この分厚さと、うん、この3種類だとどれが好き、具志堅は。アンタイウス、グランディス、オークア、3匹。お、今アンタイウスじゃないですか。おお、今日出てるのは。あ、一番前なんかオークワガタのウク掘り出しで、うん、なんだっけ、日本のオークワガタで、うん、その YG 血統って大きく、全体的に大きくなるやつで。そう、大型血統と言われてアンバランス血統だ。ああ、そう、顎太いやつね、はい、うんうん、あれが今日は出てきてないんで。あ、そうね、前見た時あれがすごかった。ああ、そう、サイズはあれかもしれないですけど、サイズってよりも顎に体重が乗るタイプの子だから、うんうんうん、うん、あ、そうか、そういう好きなんだね。アンバランスケットはいないかもしれない、もしかしたら。お、うん、今回は、うんうん、そう、それもね、かっこいいからね、うん、前の動画にありますかね。あ、そうね、前の動画とか、ぜひ、オークワガタの再生リストを見てください。さあ、そして、2段目いきます、残り9、あっという間で、うん、これ、ただね、見た感じ、ほぼ国産オークワだね、うん、うん、あ、なるほど、なるほど、はいはい、ほぼ YG 血統って感じで、まあ、ちらほらいるかなってぐらいだけど、一匹ちょっと楽しみにしてたやつも浮かしてますんで、はい、ちょっとどこで出てくるか気にかけてください。うん、さあ、だからまずは、はい、これいきましょう。一時 YG オークワです、国産オークワの、うん、これは2022年の5月、だからもうみんなと一緒ぐらい、1年ぐらい。最終は、27g、 ちょっと落ちちゃった、全部暴れちゃった今回、うん、っていうところだから、まあ80いってくれてたら万々歳だねっていうところですが、ちなみにこれもうマット土で管理しました、最後は、うん、さあどうでしょう、いきます。はい、おお、あー、そんな大きくないかな、うん、あ、でも顎はしっかり長いね、かっこいいね。サイズ的にはまあ70後半っぽいかなぐらいかな、うん、まあちょっとアンタイウスとかちょっとデカめの子見てるから感覚がおかしくなってる可能性もあるけど、多分77。さあどうでしょう、あ、やっぱりか、はい、75.2。なの、やっぱりだ、うん、やっぱロッテのトップだな。え、ロッテ、え、やっぱりロッテのトップ、そんなんあったっけ。具志堅、永瀬くんがコマーシュルやってたやつ。あ、永瀬くんっていうタイプなんだ、ちゃんと。ジャニーズの人もしかして。いや、魔石の人。ああ、魔石か。あのね、うん、面白い先輩芸人がいっぱいいる。そう、うん、で、憧れてるのがスタンダップ講義の三森だっけ。これは参ったな、一本取られたな。あー、テヘペロデアンスですが、手がでかいところに。いや、憧れんなよこれ。おい、誰が天然グローブだおい。本当にグローブがいらない、うん、いるわ。めっちゃ好きだから俺、あとグローブ。さあ、そして次も多くは YG28g、 はい、これはどうでしょうか。 30g 台が来ればちょっと期待できるけど、28だと80いってくれてたら万々歳というところで、元気か。おでもでかそうじゃない、いきます。はい、おー、来ました。 お立派じゃない。おお、あ、ガタイいい感じだね。顎がすごいシュッとしてる。横から見た感じかっこいいな、この顎。さあ、サイズは80はないか。お、すごい、結果 80.1、 ギリ80いきました。顎がやっぱめちゃくちゃ前向いてるから、ここ、はいはい、結構ここが内側に入る子と前向く子がいるんだけど、こいつめっちゃ前向くから、サイズはすごい、還元率は良かったね。うん、素晴らしい。なんか今日出てきてるクワガタ、うん、比較的もう固まってて、うんうん、真っ黒じゃないですか、うん、これはもうほとんど変わんないですか、色味は。もう、あ、そうね、もうほぼ固まってる、みんなもう後ろも黒くなってるから、うん、塊は切ってるかな。うん、昆虫ショップとかのまた飼育ケースに入ってる
感じとまた印象が全然違います、ね、いや変わるよね、はい、やっぱケースっていう限られたスペースで見ると、うん、でかく見えたりもするしね、はい、そう、まあでも意外と大きくなってくれてました、はい、さあそして次、あ次 26g の YG オークは、うん、だからまあ70中盤から後半かなっていう体重だけの予想でいうと、ただ体重の割に大きくなったりちっちゃくなったりとかあるんで、そう参考と、おい出てきました、はい、おい立派、おお綺麗だね、こいつはやっぱこう見たらさっきの子がめちゃくちゃ先端前に行ってた感じわかるよね、あ、うん、あこっち内側にこう行ってるのが、はい、こう前向く方がやっぱり大きくなる、サイズ的にはね、長さ的には大きくなるから、さあどうでしょうサイズは、あでも意外とでかい、はい来ました、80.4、 さっきの子よりでかいんだ意外と、だいぶでかかったです、本当だ、結構まあカーブしてるというか、うん、そう、まあでもこっちのイメージだけどね、大クワガタといえば、こうちょっと湾曲がこう若干こう内側に巻く感じ、若干ですよ、そう、まあでもどっちもやっぱね良さはあるね、やっぱこう先端がまっすぐ行ってる方がスマートに見えるし、そっちも好きだけど、やっぱちょっとこう内側に入ってる方がバランス的には個人的には好き、まあこれはもう好みだからあれだけど、はい、お見事です、思ったよりでかかった、だから体重の割にすごい大きくなってくれた方ですね、はい、さあそしてこれも YG オークワ、これ28、だから今の流れで言うと 28g あれば結構30いってる子多いかもしんない、はい、さあどうでしょう、いやもう幸せだ、おお言いましたし、おい、ああごめん、久し、いや今久しって言うわけないだろ、誰だよさあいきます、はい、はい、おおでかいな、おおでかいね、立派立派、サイズ、こいつも80あるんじゃない、お、すごい、います、結果 79.9、 あー99、ほぼ80だけど、ギリいかず、でも迫力あるね、やっぱ80近くあると迫力あるね、これに憧れて何回山に行ったか、あー、そのやっぱ知識もないと取れる種類ではないけども、小さい頃やっぱこのオオクワガタに憧れて何回も山行ったから、ああそうですか、うん、そう、でもやっぱオオクワガタは全然見れなくて、うん、カッパぐらいしか見れなかったけど、ああカッパ見れてんのかい、結構そっちはそっちでだろ、そうでもそんな、うん、あんま嬉しくなかったね、まあ怖いのかな意外と生で見ると、うん、なんかあんまりだった、駄菓子とかくれるし優しいな、うん、仲良くなろうとしてんじゃん駄菓子とかくれはするけど、あんまりそのなんかその麩菓子とかだったから、やっぱうん豚麺とかが好きだったから当時、喉乾いちゃうっつって、うん、そうびっくりした、あんまキュウリ食わないらしいよあそうカッパ、うん、なんてねああな、引くなよおい足してこい足してこいいや、その計算のことじゃないかあ、ごめんごめん、いや、でもこうやってテンションが上がるのも、うん、クワガタカブトムシのおかげだから、いや、本当にそうですね、そう、だからこれを今面白くないとか、うん、思ってる人は、うん、クワガタカブトムシのせいです、クワガタ、いや、やめろよそんな樋口カッターみたいに言っちゃったけども、うん、ごめんなさい、ちょっと甘噛みしちゃったけども、うん、ワインヨカメと言われてますのでね、はい、噛む意味が違うでしょ、すいません、こちら LINE スタンプにもなってたりするんで、よかったら購入検討してみてください、おやっぱ告知するのってすごい大事で、あそうですか、うん、告知した時やっぱこうちゃんと買ってくれる人いる、ああそんなあるんだで、意外と、じゃあその、うん、結構ね、うん、今飼育方法とか喋ってますけど、うん、なんかまとめられてるのとかないんですか、ああでも俺は分かんないな、え、うん、俺わかんない、そのなんかやっぱ調べたりしたらいいんじゃないかな、その種類で、いえまとめ、うん、一気にさ、いろんな種類のさ、うん、飼育方法、産卵方法、あ、なんか、ま、本とかで
あ、でも本とかも結構いろいろあったりする。まとめられてる。あ、そうね。なんか虫舎とか行ったら、うん、ビークワとかあるんで、うんうん、それよかったら虫舎とかで買ってみてください。うん、自分が出した本の告知せえ。去年ぐらい出した ありがとう本の告知。それそのため管理部いね。そうか、それか。どうしちゃったんだよ。あ、それね。あ、ごめんごめん。そう、それ告知大事って言うから僕が出させてもらってる飼育本も一応概要欄に貼ってあるんで、それもよかったら見てください。あなたが出した本ね。それか。ああ、そういうことか。鈍いね。びっくりした。確かに俺鈍い、鈍感って言われるんだよ。あ、そうですか、うん、そんなイメージないけどね。そう、この間もさ、すねに包丁刺さってたんだけど、うん、2日後に痛えって言ったらしい、うん、それもうなんでそんなタイムラグあんだよ。そう、なんか刺したやつが言ってきた。2日前に俺刺したんだけど、うん、痛くないの。いや、そいつ近づいてくんなよ。刺しておいてよ。そう、びっくりしたわ。鈍感ってそんな鈍感なんだ。なんてね。あ、おい、引くなよ。かけてこい。計算じゃないんだよ。ちょっと楽しすぎるな。朝6時とは思えないよ。え、今朝6時なの。朝6時だって。びっくりした。確かにな。あの、鶏肉のさえずりとか聞こえるもんな。鶏肉のさえずり。小鳥だろ。あ、ごめん、小鳥か。ごめんごめん。俺、肉体で言っちゃうタイプだから。人肉もさ。人間だよ、俺。さあ、そして次、ちょっと変わって、宮崎の大クワガタです。なんか、大型血統とかじゃない。地元が一緒の、うん。そう、僕と地元が一緒の。同窓会ぶりかな。そういう地元が一緒じゃなくてさ。そう、これ 21g。だから、赤目の子と一緒ぐらい。うんうん。で、だから、サイズ的にはだからだいぶ今見慣れてるから大きい子、うん、ちょっと可愛らしく見えるかもね。はい、さあ行きます。どうでしょうか。はい、お、来ました。おー、おー、早速登場です。まあ、これぞって感じだよな。うんうん、これぞはやっぱこう、なるほど、に大クワガタっていう印象。やっぱサイズ感と、まあ、見た目。大型ケットはまたちょっともう別種ぐらいの迫力あるから、うん、かっこいいね。これはこれでサイズはね、ちょっと見劣りするかもしんないけど、サイズじゃない魅力もふんだんにあるから。このクワガタカブトムシはバランスとかがね、やっぱいいね。いいね、かっこいいね。ちょっと丸みを帯びてる感じかな。顎もいい感じ。サイズはどうだ。70あれば十分って感じだけど、なさそうだね。60後半じゃないかな。さあどうでしょう。はい、来ました。67.1。はい、うん、十分十分立派です。さっきまでの子より 1.3 センチぐらい小さいっていう。そう考えるとだいぶサイズ的にはちっちゃいけど、これはこれでいいですね、やっぱり。はい、お見事。はい、今のところ無事にみんな羽化してきてて何よりですが、残りもう4匹か。あ、あとはね、 YG の大クワガタ。こっからは体重順でいくか、せっかくだし。はい、はい、これ YG の大クワガタ 20g。 結構ちっちゃいね。うん、宮崎の大クワと一緒ぐらいだから、そこでの体重の差は、体重が一緒ぐらいだけどサイズの差みたいなのが出てくるかどうかもちょっと気になるところ。さあどうでしょう。なんなら宮崎の大クワよりも体重が伸びなかった子だからね。うん、メスでもありえるぐらい大型の。さあどうでしょう、いきます。はい、はい、お、刺さりました。はい、あー、でも、あ、でもちょっとでかいか、ちょっとでかいかな、やっぱ。やっぱちょっとでかい気するかな。うん、やっぱスラッと縦に伸びやすいのかもな。うん、いや、立派、いいね。これはこれでいいね。サイズはどうでしょう。でも70ありそうだね、でかいもんね、ちょっと。はい、結果、73.6。はい、だいぶ差出たね。その最終体重が実際はどうなったのかわかんないけど、うん、僕が確認した時の体重でいうと同じ体重ではあるけど、うん、そこからサイズだけでいうと4ミリじゃない、6ミリぐらい差が出たって感じか。うん、大型ケットの方がもしかしたら伸びやすいのかもね、体重の割にサイズは。うん、さあそして次が、あ、でもこっちか、27g。 うん、だからまあさっき80ミリいってる子もちらほらいたサイズ感だね。さあどうでしょう。これも最後はマット土です。さあどうだ。
80、まあだからレコードだ、自己記録っていうのはいけてないかもしれないけども、うん、さあどうでしょう、いきます。はい、おー来ました。おー、はい、おー、やっぱ立派だな。80後半とかだろうけど、80じゃない、70後半ぐらいだろうけど、やっぱ迫力変わるな、うん、体ちっちゃいね、こいつね。あ、ほんとだ、うん、バランスがめちゃくちゃでかく見えるわ、だから上半身とかっこいいんだよな。これはこれかっこいいよね。下半身がちっちゃくて上半身でかい感じ、逆三角じゃないけど。さあサイズはどうでしょう。はい、来ました。77.6。 はい、うん、十分立派、かっこいいな。体ちょっと一回りちっちゃいかな、普通の子より。頭の感じだけで言ったら77ぐらいだけど、体の感じだけで言ったら70前半ぐらいの体つきに見えるね。いいね、この角度かっこいいよな。ちょっと上見上げてる感じ。いや、素晴らしい。いいね。さあ、そして、あ、もう残り2匹か。残り2匹。国産オカはラストです。うん、これが 28g。どうでしょうね。80いってないかな。まあ、これも最後マットなんだけど、一番大きかった時は 33g。うん、だから33あれば、85とかもありえなくはないんだけど、そこでちょっと落ちちゃった分、80前半、81とかになってくれてたら十分嬉しいって感じだけど、さなぎの部屋がすごい広いから、うん、ポテンシャルは感じてる、はい、さあ、今日で言うと81がマックスかな、国産オカは。だからそこを超えてくれたら嬉しい状態ではあるけども。さあ、どうでしょう。あ、でもかっこいいぞ。あ、いいね、かっこよさそう。いきます。ちょっとこれ見える、ちょっと見てほしい。めちゃくちゃかっこよくない？雰囲気、潜んでる感じ。うわー、かっこいい。雰囲気あるね。顎だけだけど、いいね。さあ、サイズ、全貌がまだ明らかになってないから、うん、さあ、いきます。はい、おお、綺麗。お、でもでかいんじゃない？お、でかいな。強一かも。顎も立派だし、全体的に立派。80はいってそうだな。さあ、最後サイズ、国産オクワ。さあ、どうでしょうか。はい、はい、来ました。78.8。 80ギリ届かず。まあでも十分立派、バランススタイルのいい子になりました。素晴らしいです。はい、これで国産オークは終了。うん、さあ、そして一匹、これじゃあ残り一匹は国産オークはじゃないなら何なんだって話だけども、こちらグランディスオークワガタ。おー、はい、2匹目だね、今回。うん、で、これね、すごい期待してた子だから、自己記録超えるならこいつじゃないかなって思ってたやつ。おー、これが最終体重が 42g。 うん、うん、で、40超えてきたら80は軽く超えてくれるイメージで、で、この子に関してはそんなに暴れなかったから、ワンチャンあるかもって思ってるやつ。うん、だから自己記録の83を超える可能性がある唯一の子になるから、これがあとは無事であればって感じですね。はい、これ超期待大、世界最大のオオクワガタ期待大。さあ、いきます。自己記録更新、うん、ほぼ間違いなし。え、鼻で笑った？そんなにちゃんと？口で笑いました。いや、おい、ちゃんと笑ってるんかい。さあ、これどこだ？ちょっとね、もう1ヶ月ぐらい経ってて溶質が壊れつつあるんだけど、ここだと思う、多分。だからもうすぐ出ると思うから、ちょっと見てて。はい、行きます。まあ、無事であればいいけどね。参ります。まだです。いないんかい。ここじゃないんかい。こっちってことは、いきます。まだです。いないんかい。見てる、見てやるか。あ、もう潜ったんかな、洋室から。
どこだ、ちょっと待って、下に潜ってる、見えた、お、見えました、あ、ちょっと出すわ、いきます、さあ、どうだ、はい、お、どうだ、うわー、熱い、おー、でも、でかいでかいでかい、おー、でかいぞ、世界最大オークは、あ、でも今季で一番でかいのは間違いないね、おー、おー、かっこいい、このやっぱ顎すげえ、あ、いいね、どうだ、自己記録更新なるか否か、さあ、サイズ測りましょう、迫力あるね、テレビもなくて、いや、その田舎じゃねえよテレビもねえ、ラジオもねえ、車もそれほど走ってねえって言ってないから、ああ、うん、こんな村嫌だってなってないから、言ってるか、否ね、否定の否ね、あ、なるほど、うん、ほんと勘弁してよ、すいません、これだから、すいません、うちの具志堅が、まあでもそういう可愛げあるんですよ、さあどうでしょうか、はい、緊張感、お笑い最大瞬間風速出ましたが声はちっちゃかったかな、サイズはどうでしょう、ここか、はい、来ました、はい、結果80.0、 おお、80は言ってくれた、はいはいはい、けど自己記録は届かずだったね、うん、まあちょっと暴れちゃったかな、うん、まあでも80言ってくれました、今年一番大きい子は多分この子だと思うから、今年は80ミリがマックスかな、うん、去年が82とかだったから、はいはい、そう、ちょっとね、今年こそは自己記録を超えたいっていうところだったけど、ちょっと暴れちゃったかもね、でもすごい立派、かっこいいね、こんだけ大きいとかっこいいわ、これぞグランディスみたいな、この顎がグワッと開いた時の迫力、だから平田でいうと大王平田とかそういう種類に感じる迫力だよね、もう湾曲が強い種類、いてぇ、つえぇ、いてぇ、だからもうやっぱ爪とかほんと針みたいに鋭いんで、手袋とか、うん、して、こう触ったり乗せた方がいいです、ほんと痛いんで、はい、まあ僕は痛くないんですけど、お、強がり三森、やめろ、そのなんか響きよくする感じ、出てたから、うん、テロップで、え、いや、出てないから、先にいつかの動画に、あ、出た、出てたんか、そう、それを引用させてもらってる、あ、そう、そうなん、人生波盛り三森っていうのもあるけど、どう何それ、俺が、響きよくて言ってたやつ、あ、そう、平凡な人生の三森、がっつり行きたい時もあるでしょ、まあまあ、俺は大盛りよ、俺の人生は、あ、うん、あんまがっつり行きたい時あるでしょってないからそう、もう飯じゃん、本当のそれは、いや、でも結果80ミリでした、はい、ということで、前頭終了です、はい、はい、ひとまず無事で何よりでしたね、全員、うん、で、まあ一匹、まあ背赤はちょっと羽開いちゃったりはしたけども、うん、久しぶりに見れたし、まあ、そこも80超えてたし、国産オークはもうアンタイウスもグランディスもみんな80超えて、全体的に立派な子が羽化してきてたんで、個人的にも、まあサイズっていう部分で考えてもまあ良かったかなとは思うんで、うん、あとはまあこの子たちからまた、まあ自己記録更新とはならなかったから、みんな来年こそは大きい子になってくれるためにも、引き続きブリード頑張っていこうと思います、はい、具志堅的にはどうだった？いやー、大クワガタ、うん、まあ、まずみんなオスだったっていうのも、ああそうね、贅沢だった、なんかそうですね、贅沢でしたし、うん、でもこの細分化っていうんですか、うん、同じ名前でも産地が違かったり、うん、外国のオークワガタだったりっていうので、そのなんていうんですかね、絞りきれないというか、あ、まあね、好きだからこそ抱えたいっていう、うん、そのブリードしたい方の気持ちっていうのは、うん、
なんとなく分かったような気がしましたし、そうね、サイズに限らず、うん、サイズもまあめちゃくちゃ魅力的なところですけど、うん、やっぱ綺麗に羽化してきてる子がめっちゃ多かったんで、うん、あそう、ね、ほぼそうですよね、そうね、うん、背中の子ぐらいかな、うん、だからそう綺麗に羽化してきて、うん、一匹一匹のやっぱ個性っていうんですか、うんうん、見た目の部分がそれもまた惹かれるポイントというか、うん、そうね、サイズに同じサイズでもまたちょっと雰囲気違ったりしたしね、そうっすね、体がちっちゃいとか大きいとかね、うん、見方によってはその角度とかによっては、うん、やっぱ迫力、かっこよさ、うん、たくましさみたいなのはどれも感じるクワガタでしたね、うん、ああ嬉しい、うん、そうね、やっぱ大クワガタ、うん、いろんな人がこう虜になるポテンシャルを秘めてる種類だから、うんうん、やっぱこのグランディスよりもアンタイウス派の人もいたり国産派の人もいたりとか、うん、グランディス派の人もいたりまた他のオオクワガタ派の人もいるから、はい、やっぱもう同じオオクワという名前がついてても、うん、もう一括りにできない魅力あるから、うんうん、ぜひいろんなオオクワガタ、まあ他の種類も含めですけど、いろいろな、まあ、クワガタも僕のチャンネルで過去動画とかで出てたりもするんで、ぜひあの時間あるとき見あさってもらえたら嬉しいですね。今回のカメラマンがグシンくんです。いや、グシケンですよ。あ、グシケンか。グシン毛抜いちゃった、脱毛。あー、グシケン、そう、毛抜いちゃってグシンになっちゃった。毛抜くなよ、脱毛、名字の毛抜かないでよ。グシン、いや、グスンね。あー、おー、すごい。グシケンのでも毛ってあの毛でしょ、毛。違うよ、毛利小五郎の毛じゃない。あ、違うの、毛利小五郎って。おい、いやいや、自分で言ったんだろ。え、だから具材の具に、おぉ、志に、おいいね、毛にカタカナの運でしょ。違うわ。あ、違う、僕の剣の漢字はお菓子の堅揚げポテトの肩です。具志堅の剣ってお菓子の堅揚げポテトの肩なの。知ってるだろ、おい、ツルツルの肌にぶっ刺してやろうか。いいせいせいせい、つっていこう。おぉ、朝6時を超えまして、たくさん撮影させてもらって、今日3本目たくさんっていう声もあるんじゃない。3本目だけ言ったら。いや、でも僕がこの家来たの、うん、夜中12時ちょい。あー、確かに6時間経ってんのか。6時間で3本って、でも全部2時間動画だったもんね。違うわ、1本覗き穴、1時間半鬼滅の刃。いや、だけ言うなよ。それまだ撮影してないじゃん。で、前後で1本。そうか。だから覗き穴含めたら4本撮ってんのか。4本目になります。含めたら、まあ、いいか。そうか。あれはね、今暑いからな、あれは。まあ、今激アツコンテンツ、本当に。まあ、今日は4本目。ちょっと一応、覗き穴含めると4本目。具志堅も大変な中、頑張ってもらう形にはなるんだけども。うん。そんな疲れた体、眠い目に最適な作業でございます。テプラ張り。なわけねえだろ、おい。黙々とテプラ張りか。一番眠いわ。あれ、テプラ張りはしません。ただテプラが張ってるやつが登場します。なるほど、羽化掘り出しです。おお、最高の時間。やっぱもう飼育してる人の、まあ、最初の頂き。なるほど、うん、最初のゴールかもしれない、うん、やっぱこう待ち望んで一周した、まあ幼虫から飼育してる始める人もいるかもしれないけど、うん、やっぱりこの待ち望んだ姿になるっていうすごい時間をかけてそこまで行き着いてきてくれるから、やっぱりもういろんなね、単純に飼育しててもこういろんな困難あるから、幼虫からサナギ、サナギから成虫っていうところで結構星になることがもういたりするわけで、自然界だと多分なおさらだとは思うんだけど、うんうん、そういった中で言ったらもう奇跡的にこう素晴らしいかっこいい姿を見せてくれてる子たちが登場するはずなんで、うんうん、今回羽化した子たち一旦出しましょう。はい、こちらでございます。はい、はい、こちらです。逆、おい、ギロリ、いけ。あー、届かず。くそー、瞬間接着剤つけられたんか、おい。ちっちゃいやつ多くなかった今。接着剤って言わなかった。いや、しばっか取ってよ。これね、2段、はい、結構あります。下が、まあ、ちょっと ちっちゃめのボトルと、それよりも一回り大きいボトル、うん、下が16で上が8ということで合計が5億です。多いな。空手歴60年の師範がついてきた聖剣好きの数が多いな。すごいね。やっぱまあでも師範ってなると、まあ60年間ってなるとやっぱそうか、それぐらいやっててもおかしくないかもね。多いけどね。
知らないですよ。知らないんかい。いやいや、そう、カルタみたいにカルタツッコミやんないで、和室を生かした知らないんかい。おお、いいね、ノールックでね。マジ知らない知らないんかい。いや知らないよ。フェイントをかけるとかは勘弁してよ。まあでも確かに5目は多すぎるわ。いや多いよ、うん、そう言われたらね。24か。ああ、まあ、多い。まあそれでも多い、うん、すごい贅沢なウカ掘りだし、はい、ここまでアーダコーダ言ってますが、やっぱテンション上がってるっていうののせい、うん、なるほど、うん、僕らがこうやっていっぱい話してるのはもうクワカブのせいなんで、こいつらがテンション上げさせてくれてるから控えてると、うん、そう、まあ、言っちゃいけない言葉で言うと、もうクワカブは、うん、いやつ怖いな、うん、急にワードがそう、もうやっぱりのめり込んじゃう、うん、そう、最高、うん、ありがとう、聞かせてくれてありがとう。いやって聞いた後怖いわ。いやいや、今の動きもよ。そんな絶対使えない言葉を繰り返さないでよ。あんまり。いやでもまあすごい、まああとはまあ無事に24匹浮かしてきてくれてれば最高、うん、なんで、まあ、そこを祈りつつ、掘り返していきましょうか、うん、でおそらくね、基本的にオオクワガタだと思う。なるほど、うん、なんでオオクワガタといえばもう日本の最も有名な、憧れた人が多い種類じゃないかな、多分クワガタカブトムシ好きな方で、うんうんうん、っていう種類なんで、そこで、まあ、自己記録の85ミリを超える子が現れるかどうかっていうところも含め、うん、ちょっと注目してもらえればと思いますんで、早速掘り返していくにあたって必要なものを出します。こちらです。はい、こちらです。ノギスト掘り返せのスプーンでございます。はい、はい、ここはもうこれより前に十分取り高があったので、ここは普通に行かせてもらいました。これをここを逆にすることによって、おそらくどこかの下りが消滅するので、ここはちょっと抑えさせてもらいました。いい判断、はい、ありがとうございます。アディダス。いや、アディダスって言うわけないだろう。掘り返していきますんで、お願いします。これでサイズ測っていきつつ掘り返していきますんで、いきましょう。はい、まずもう下の段から。下のオオクワかな、ちょっとね、今ね、実は羽化してきてる子っていうのがすごいいて、その中から2カゴ出したって感じなんで、ちょっとここに何がっていうのはちゃんと把握しきれてはないけど、おそらくオオクワ、オオクワゾーンだと思う。あ、そうね、オオクワ、世界のオオクワ型って感じになるんで、じゃあ早速いきましょう。まず1匹目。あ、これもしかしたらちょっとちっちゃいオスかもしんない。まず1匹目がこれ、国産オオクワ YG 血統っていう大型になりやすい血筋血統のオオクワ型です。で、これ親が 84.8 と 52.4。 だ、まあ結構デカめの子、うちで言うと。8月に割り出ししてて、ただまあ幼虫になったのは多分、6月ぐらいかな。だからまあ10ヶ月ぐらいで羽化してきてくれました。うん、はい、さあ行きます。22g だから、22g のメスってなると相当でかい。からちょっとちっちゃめのオスかな、と思ってるけど、まあグラムだけで言うと、まあ、22g のオスだった場合はまあ70前半かなっていうイメージ、中盤あったら十分こう大きくなってくれたっていう感じかな。さあどうでしょう、もう見ずにいきます。はい、お、オスだ、オスですね。お、かっこいいね、相変わらず。おー、おー、立派です。だいぶ固まってくれて、まあ、1ヶ月近く羽化してからここに置いてたんで、だいぶ固まってる子が多いとは思う。これがもうみんな大好きオオクワガタ、うん、いつものね、ここ最近使われてる見やすいゾーン、見やすいカモゾーン。コメントでね、ちょっとはいただいたけどね、見やすいですっていうの。動いちゃう、そう、動いた時がね、まあ、ただ固まってるから落ちても心配はないんだけど、あ、でも結構立派じゃない。このボトルからこのサイズ出るってすごい新鮮だ。あ、結構新鮮だよね、うちで言うと。ただこのボトルでも基本的に70ミリ台は問題ないと思う。85とか超えてくるともしかしたらって感じかもしれないけど、はい、ただオオクワのだから80ミリでもいけるかもしれないけど、オオクワの幼虫って80ミリ超えるようなのって30グラム以上とか結構でかいから、結構すぐ食い上げちゃうから、やっぱ1400とかの方がいいかな、その単純な餌の量的に足りないからっていうので、僕は1400に入れたりはしてるんですけど、20グラム前半とかだと結構これこんぐらいのボトルに入れてる子もいる感じかな、うんうん、いや、かっこいい、早速かっこいい子です。さあサイズ測ってみましょう。爪いかついからね、皆さん気をつけてください、その手に乗せるときは。はい、来ました、結果 76.3。 立派でした、前半だと思ってたから。これは嬉しい誤算、76、だいぶ立派になってくれました。お見事です。
さあ、最高のスタートでした。うん、さあ、一旦この中入れていきましょう。さあ、そしてもう純不動でいきましょう。次、宮崎の大クワガタ、これは大型血統とかじゃないやつで、これはもう禁止瓶1本で羽化まで行きましたね。こいつもまあもうみんな6月ぐらいかな、孵化時期は。だからまあ10ヶ月前後ぐらいの子って感じです。これは多分メスだと思う。はい、どうでしょう。お、お、来ました、オスですね。おー、おー、見て、全然違うよね、サイズ感。宮崎の奥は70超えてきたらでかいって感じ。うん、でさっきの YG 血統は80超えてくるとしっかりすごいでかいって感じ。これぞオオクワガタって感じのフォルムなんだよな、やっぱこれだ。うん、うん、サイズ感的にもフォルム的にも、やっぱだからさっきの YG 血統とかはまた別の飼育下で現れたなんか魅力の部分も備わってるのが YG 血統かな。うん、でやっぱこの感じは、俺も別に野生個体っていうのをたくさん見てるわけじゃないから、野外個体っていうのあれだけど、やっぱこっちの方がいわゆる野生下にで見られるようなオオクワガタ感はあるかも。さあ、サイズはどうでしょう。はい、ざっくりですが、はい、来ました、 61.3。 はい、うん、さっきの子と 1.5 センチ違うからね。いいね、だいぶ変わるんじゃない、伝わんのかな。まあまあまあ、さっきのがだからでっかかったな。確かにこのボトルからってなると余計にでかく感じるよね。うん、はい、はい、いい感じで綺麗に浮かしてきました。はい、オスでしたね。次はどっちだ、わかんないね。これオオクワガタ、国産オオクワガタなんですけど、うん、これはもう産地不明で、顎が太くなる血統、アンバランス血統の中のまたちょっと細分化されたピューマってやつです。だから具志堅が好きなやつね、顎が。だからさっきまでの子と違って、さっきのハサミの部分っていうのが、太くなる子が多いっていう感じです。うん、その全員じゃないけど、やっぱり特徴は出てくる。顎太いなっていうのをす、見た目で感じれる子っていうのが現れてくるんで。ただこれはメスかもしんない。はい、いきます。あ、メスだな。はい、さあ、無事であれば参ります。はい、お、メスです。はい、お、いい感じで綺麗ですね。オオクワガタやっぱ基本1年で浮かしてくる。その結構季節っていうか温度感感じてなのかわかんないけど、結構な確率でこう暖かくなってくるこのタイミング、5月入るぐらいのタイミングとか6月ぐらいに浮かしてくる子が多いかな。で8月あたりを逃してくると、また次の来年の春とかに浮かしてくるイメージ。そう、まあもちろん例外はあるけど。長いですか、オオクワガタ歴は。オオクワガタ自体は長いね。その大型血統のさっきの1匹目のタイプの子はもう YouTube きっかけで始めたから、うん、まあ大きい子を出したいっていうところに、大きい子を出してくださいみたいなコメントが最初の方あったから、うん、そういった部分でちょっと大型血統もやってみようかなっていうのがきっかけでやり始めて、うん、でやっぱ80超えてくる子かっこいいなっていう風になってずっと続けてるって感じ。うん、で宮崎の大クワだけやってた、だから YouTube 始める前は8年前ぐらいかな。だからもう20歳前半とか、うん、下手したら21とかそんぐらいかもしれない。そう、だからそこで言うと長いかもね。もう10年はやってるかな、トータルで言うと。はい、でこれもアンバランスケットです。ちなみにこれ禁止瓶1本目禁止瓶で2本目土ですね、マット。さあどうでしょう。あ、これもメスか。参ります。はい、お、来ました。お、いいね、綺麗です。さっきの子よりちょっと大きいかな。まあサイズはもう測らないけど、大型血統の子以外はもうメスは測ってはないかな。まあでも多分45ちょいぐらい、46ぐらいかな。立派、いいね、順調に4匹ともまだ無事で。だから本当に不不全の子とかがいなければ嬉しいよね、一番は。さあ次5匹目。お、これまた変わってグランディスオオクワガタ。お、これはもう海外の世界最大のオオクワガタ、一番大きくなる種類って感じですね。うん、これはインドのやつで、これ最後が 19g。 禁止瓶2本で羽化まで行ったんですけど、割り出し時期は9月、まあこれは7月ぐらい、割り出し時期の2ヶ月前ぐらいに孵化してるイメージ。だからまあ6から7月って感じですね。だからまあ基本9から10ヶ月ぐらいの感じかな。19、結構メスだったらでかいけど、グランディスのメスだったらありえなくはないかな、数字的には。かだからもうすごいちっちゃいオスの可能性もなくはないけど、多分メスだと思ってる。オスはやっぱ 40g とか超えてくるような種類だから。いきます。はい、お、メスですね。はい、素晴らしい。でかいね、さっきのアンバランスケットの子に比べるとサイズはめちゃくちゃでかいね。グランディスはちょっと測ります。グランディスと大型ケットの子は測る。はい、来ました、51.1、はい、50超えです。
50超えるとやっぱでかいね。しっかり固まってくれてます。さあそして、次6匹目、これはあアンバランスケット。さあこれはオスも見たいね。多分どっかでオスは見れると思う、おそらく。さあ今一回大きいメス見たからちょっとまた差も感じれるんじゃないかな、サイズ感の。さあいきます。はい来ました。うん、やっぱ違うね、一回り違うね。なんか45ぐらいじゃないかな。13の4、多分固まってるから下にボトンともなんないかな。爪もある程度もうしっかりかかるようになってきてるから、羽化したてって爪もまだ柔らかいというか、そう引っかかったりしないから倒れ落ちちゃったりとかおぼつかなかったりするけど、もうしっかり固まってくれてる子が多いね。さあそして次もグランディス、これもメスですね多分。あーこの子は浮かぶせんだ、ただ元気そう。いきます。はい、羽が完全に、はいはい、足はでもあちょっと不節が取れちゃってるな。サイズもちっちゃいしね、途中で成長が滞ったかな、って感じだけど固まってくれてはいるから、はい、多分、まあ、元気には過ごしてくれるとは思う、でやっぱ羽化不全の子、これまあ羽が開いちゃって、羽化不全の中で言うと嬉しい羽化不全、その羽化不全って星になる子もいるんで、さなぎから成虫になる時の羽化の途中で、まあ、ちょっとしたその異常が起きるっていうのがまあ羽化不全なんですけど、そういった部分で言うとやっぱさなぎから羽化する時に羽化不全で星になる子もいるから、そこで言うと、まあ、生きてくれてるだけありがたい、嬉しい状態ではあるけど、やっぱサイズが体重が伸びなくてちょっと心配な要素、それも影響してるかもしれない。あとはちょっとね、ちょっともう壊しちゃったんだけど、キノコが若干こう洋室さなぎの部屋の空間に入ってたから、もしかしたらそれの圧迫も影響してる可能性はあるかな。でもこういう子が少ないと嬉しいけど、まあ無事で良かったです。次行きましょう。次は YG ケット、これは 19g、これでかいね。宮崎の大桑とかだと 19g はもうほぼ 100% に近いぐらいオスだけど、YG ケットの場合はメスもオスも体重が普通の大桑よりも乗るから、この体重でも全然メスがあり得るって感じで、もうここに見えるんだけど、ここにもう明らかにメスのサイズ感だね。サナギの空間が 19g あれば、そのまあ参考程度だけど50-53g とかには、な3ミリとかにはなってると思う。だから一番でかいんじゃないかな今日で。はい、まさかのオスです。おすごい、めちゃくちゃオスだった。ちっちゃいオスでしたね。成長滞った子でした。これ今最初に見たオークアと全然違うでしょ。やっぱそうだよね。はい、いや声最後の一言振り絞った。確かにそのこの中の突起、これが大きくなると先端の方に出てくるの、はいはい、2つ、それが中型のサイズだと中歯って言って、その中間の歯みたいなので、ここ頭の方に近くなる突起が、でサイズ関係なしにこういう形のフォルムしてるのがグランディスのオス。でかくてもこんな感じだから、ちょっとこう迫力を感じるって感じ。そうだから、サイズ感がすごいちっちゃいからこういう顎の形状になりましたね、この子は。サイズどうだろう、50ちょいじゃないかな。来ました、 56.3、 これだいぶちっちゃいね。大型血統でこれはだいぶちっちゃい、全然オスだった。大型血統なんでメスでもこのサイズ全然ありえるんですみたいな、体重 19g とかも全然ありえるって言ってて、洋室もサナギの空間も見えますしみたいな、サイズ感的にもう完全にメスですって言って、オスなところ、クワカブの部屋だよね。逆ね、逆のつもりでやってないんだけど、まあまあそういうことにしといて。じゃあ、いやでも元気でよかったね。はい、全然メスだと思ってた。普通にここに幼虫の時に体重とか、まあちゃんとこう見分ける場所とかあるけど、体重とかで判断したりする時あるから、もう完全にメスだと思ってた。そうでもまあこのくらいの体重だったらこのボトルでも全然多くはオス羽化できるから、まあ、そこで言うと、まあ、問題はなかった。まさかのオスでした。さあそして折り返し。さあ次は、おこれ YG オクワの 23g、 これはまあオスかな、ちょっとちっちゃめの。だから最初の子ぐらい言ってくれてたら嬉しいね、70中盤。さあどうでしょう。一応今回は 25g を超えた子たちのオクワ型は1400の禁止瓶に入れて、 25g 以下の子は800の禁止瓶に入れてます。さあいきます。はい、お出ました、
全然違うよ、さっきまでのこと。でかい、めっちゃさっきの子見たからよりでかく見えるな。かっこいいな、やっぱこう、わかる？ここの突起が、はいはいはい、さっきの子は頭に近かったけど、この子はもう先端。これがやっぱオオクワのイメージ、この感じがオオクワのイメージ。さあサイズはで、野生下のオオクワ型はさっきの子みたいな顎の形状の子が多い。さあサイズは、お、75.5、はい、うん、75は言ってくれてました。動画慣れしてるね。ああ今出てきたばっかだ。うん、だからまあお父さんお母さん言われてたんじゃないかな、卵の時に、生まれてきてちょっと大変かもしれないけど、すごい青い人と、うん、なんかすごいすぐ着れる黒色の服を主体としてる、なんか変な機械持ってる人に囲まれるから、うん、おとなしくしなさいって言われてるっていう話は全くないと思う。ないんかい。なるほど、あとすぐ着れるが。そうね、その認識が。まあ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 、まあ、そんな暴君じゃないよ。こっちだってさ、いやかっこいい。これぐらいのサイズがやっぱ一番こう個人的には見慣れてるサイズ感で、これぞオオクワガタって感じのサイズ感だね。かっこいいね、素晴らしいです。さあそして次10匹目、次も YG。 こいつサイズ測ってないね、だからそんなに大きくなかったんじゃないかな、体重だから。ちょっと、まあ、メスだとは思うけども、どうだろう。さあどうでしょう。あ、もう洋室さなぎの部屋から出てるな。あ、来ました来ました、出てきた出てきた、はい来ました、メスです。でかい、おでかいな、丸、ここの胸分厚いね、ごついわ。おサイズは50はありそうじゃない、まあ、ちょっとざっくりだけども、はい 51.4、 はい、はい、素晴らしい。50は超えてくれてました。ちょっと動くからここで、ちょっとここで見てて、縦筋が、縦筋、そう、オオクワガタといえばメスはもうこの縦筋が特徴で、まあ、グランディスとかも縦筋すごいんだけど、グランディスの方が国産に比べると、見比べたらちょっと縦筋が弱い印象はあるかな、その見比べた部分の感じで言うと。ただ単体で見ると本当分かんなくなるから、その混ざんないようにだけ気をつけて、本当に素晴らしい。51ミリ、立派でした。メスでもかっこいいってすごいよね。うーん、さあそして次は、お、17g の YG 血統。これはオス判定だね、だからちょっと小ぶりなオスかも。だからメス判定、あ、オス判定ってことは多分オスだと思う。あんまりメスをオスっていうことはないから。さあいきます。おお、メスです。ね、え、ね、オス判定、いいえ、あとでラベルを見せてもらっていいですか。家？いや、家というか、その返しが変になってます。動揺してんのかわかんないですけど、見してもらってもいいですか？ダメですなら。ああ。見してもらってもいいですか？家？いや、家ってなんだよ。いや、じゃあ見せろ、これ。あ、このマークは。いや、わかんないんかい。いや、だ、押す。ああ、わかってたんかい。ごめん。ずっと嘘ついてました。というまあ予測が間違ったんですね、うん、予測間違ってました。あ、珍しいですね。まあそうね、さっきのモデルあったし、これ17だから立派なメスだったね、うん、15g 超えてくると 50mm 超えるようなメスなんだけど、17超えるとどうなってくるか。あ、でも意外とだ、 50.6、はい、まあ体重って参考程度になるけど、まあでもまあやっぱ50は超えてくれるね。オスだと思っちゃうぐらい立派でした。さあそして次も YG 血統、これ 13g、 グラム的にまあメスかな。あ、いましたね。あ、大丈夫、あ、大丈夫だ、よかったよかった、はい、さあ行きます。はい、おお、すごい水分が、はい、おお、おとなしい、すごいおとなしい。サイズ先にサイズ測ろうかな。13で50いってくれればすごい十分、サイズ的には。さあどうでしょう。あ、来ました、 49.5、50わずかに届かず、だから十分立派になってくれました。まあ、もうみんな固まってるね、1ヶ月置いてれば。だから今4月20日で掘り出してるんですけど、多分羽化時期で言うと3月下旬から4月上旬って感じだと思います、うん、だから中にはもう結構1週間後とかに餌食べ始める子もいるかもしれない、うんうん、活動タイミング的に1ヶ月、まあ1ヶ月から2ヶ月ぐらいその餌食べずにじっとしてる期間があるんで、うん、早い子だともしかしたらもう4月中には餌食べ始めるかな。さあそして次、あ、これ相当久しぶり、ホペイオークワ、ホペイ、中国のオークワ型。これは 13g、 多分メスかなと思うけど、
ちょっとホペイはねあんまり取れてなくて、そうで一応オスメス揃ってて、もう産卵セットも動画外で組んでるんですけど、なんとか増やしたいね。ホペイはホペイでやっぱかっこいいから。そうまた若干の違いがあるからね。さあどうだ、オスかメスか、いきます。お、来ました、オスです。おー素晴らしい。おー良かった。お、起き上がって自分でも強っ。2021年の7月だ。だから2年で浮かしてきた子。うん、あちょっと開いてるね。そうだから相当時間かかっ、やっぱ大川方浮かタイミング逃すと次の年に浮かしてくるから、浮かタイミング逃して2年かかったって感じかな。2年というかまあ1年、正確には1年9ヶ月。こうね、国産オークワとに比べるとこう上から見た時にここの中の突起がすぐ重なる、上から見たらだから1本に見えるみたいな、言ったらちょっと伝わるかな。角度でねちょっと分かりづらいんだけど、こう見た時に結構こう上に生えてるって感じ。オークワガタとかって、日本のオークワガタは横に生え、横に伸びてる感じだけど、ホペイはこう上にこう伸びてるイメージの子が多いらしい。だからこう上から見た時に一本に見えるような子、まあ、若干個体差とかあるかもしれないけど、っていう子が多いっていうのが特徴らしい。ひとまず、まあ、ちょっと羽開いてるけどもサイズを測ってみます。さあどうでしょう。はい、66.6、 うん、十分立派ですね、はい、これだから2年前にランバージャックで購入した子、店長のおすすめで買った子ですね。13g の割には十分立派になってくれたかな。なんかこの動画を見て、うん、じゃあオークワガタいいなってなって、うん、ブリードしてみたいなって、うん、初心者の方でも何でも、うん、まあ、こういう4月じゃないですか。あ、そうね、まあ昆虫ショップなりネットショッピングなりした時に、うん、何を購入すればいいのかというか、生態を購入すればいいのか、うん、幼虫を購入する、ああこういうのはあったりするんですか。あ、すごい、めちゃくちゃありがたい、こうやって質問をしてくれるのは。たまにね、うん、素朴にたまに、あ疑問、いやそういうのはもうバンバン言ってほしいな。初ブリードなのか、うん、初種類、うん、何ある程度こなしてきた人なのか、ね、本当に僕ぐらい初めてやる人なのか、うん、あそれめっちゃありがたいな、はいはい、こういう質問をしてくれるのはすごいありがたい。あーそうですか、うん、さあ次。いや答えろよ。聞いてないよまだ答えを。あーごめんごめん、あ言ってなかったか。何を購入すればいいのかと、うん、飼育始めようかなってなって、うん、飼育始めたいってなった時は、うん、人によるけど、うん、まずざっくり言うと僕的には、うん、まあ成虫と幼虫どっちから始めるかみたいなので言うと、うん、まあ、幼虫のメリットは、まず成虫ペアを買うよりも安い。例えばになるけど、例えばオオクワガタが1ペア、オスメス1万円だとしたら、うん、幼虫だと3匹とかで、3匹とか5匹で、どうだろうな、まあ、6000円とか。で、5匹とも羽化してきたら、例えば、うん、どういう割合になるかわかんないけど、2オス、3メスとかで6000円で、6000円プラス、まあ、禁止瓶、餌代で2ペア以上になるとか。うんうん、ってなってくると、まあ、金額的にはすごいお手軽に、好きなクワガタをこうたくさん見ることができるみたいな。でそっからブリード始めるみたいな人もいるだろうけど、うん、幼虫の、まあ、デメリットの部分で言うと、やっぱ幼虫から成虫になるまでの期間が長いっていうのと、うん、その分こう星になる可能性もあるから、うん、そういった部分のリスクと、あとは羽化してくるまで、まあ、途中で分かったりはするんだけど、羽化してくるまで分からない、下手したら5匹ともメスとか5匹ともオスとかなる可能性があるから、ブリードできないっていう可能性も出てくるっていうのは、まあちょっとデメリットかもしれないかな。ただまあ幼虫飼育も楽しいから、幼虫飼育して成虫をやっと見るっていう楽しみもあるかもしれないけど、で成虫の場合はまあ単純に幼虫に比べて値段が高いっていう部分でも、そのもう最初から好きなクワガタをこう見ることができるし、産卵セット組んでみて、その産卵セットで幼虫が取れるっていう楽しみも味わえたりもするから、まあ言うて1週間とかで交尾して、うん、あそうね、まあ餌食べ始めてる子だったら産卵セット作ったら、まあ大体1ヶ月以内ではそうね、卵を産み始めるから、なるほど、まあ3ヶ月後とかにはこう幼虫がいる可能性があるっていう、まあ最短でこう飼育の醍醐味をすぐ味わえるっていうのはあるかもしれないかな、うん、なるほど。まあ俺的にはね、うん、だから僕的にはやっぱ成虫から飼育することが多いけど、うんうん、お子さんとかはやっぱりお子さんがこう買ってって言っても結構高い子とかもいるから、そういった部分で言うと幼虫っていうのはすごいいいメリットかもね。その育てる、なんだろう、命を扱うっていう部分もやっぱ幼虫ってデリケートだから、うんうん、
子供にも伝わるんじゃないかな、その命の儚さとか、うん、尊さみたいな、うんうん、だからそこで言うと幼虫もすごいいいと思うけどね、うんうんうん、そうだからどっちがいいとかはないけど、うん、まあ、そういう個人的にはメリットデメリットがあるのかなみたいなところかな、うん、そう、あと成虫で購入する場合の、まあ、デメリットではないけどちょっとしたリスクみたいなので言うと、うん、想像以上に幼虫取れてその飼育手に負えませんっていう可能性も出てくるから、そういった部分で言うと、まあ、幼虫飼育っていうのを楽しんで羽化してきた子たちを、まあ繁殖させずに観賞目的で、過ごすというか、うんうん、飼育するっていうのも一つありかもしれない、うんうんうん、やっぱまあ増える可能性もあるからね、信じられないぐらい産む時もあるから、うん、そういった部分で言うと、そうね、数そんな抱えれない人はもう幼虫を育てるっていう部分を経験して羽化してから、まあ観賞用も観賞目的で飼育するのもありかもしれないね、今思ったので言うと、うん、かな。いや、ありがとう、ありがとうございます。あ、いえいえ、いやでも、いや、ありがたかったね、こんな質問してくれて、はい、うん、この時期なんでね。いや、そうね、もしかしたら始めたいっていう人もいるし、多分ホームセンターとかにも出回ってくる時期だしね、うん、いや、ありがたい質問でした。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録まだの方はお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。終わらない終わらない、高校球児の夏と羽化掘り出しは終わり終わり終わってたんかい、具志堅の言葉は終わってたんかいそうそうそう、終わらないまで言うかと思ったから待ってたのに終わってたわ本人が終わるんかい、まだよ。ああ、そうか、ごめん、作業動画まだまだいるからね、はいはい、確かに。とは言ってもこの1カゴ目は残り3つです。はい、さあ行きましょう。さあ次は YG ケットの奥歯型、これメスかな、うん、16g。 さあこれもう動き出してるね、動き出して菌糸がだいぶぐちゃぐちゃになってるけど、でもこれ結構でかいんじゃない、ちょっとパッと見だけど、いきます。はい、おー、来ました。でかそうだね。さあどうでしょう、サイズは。おー、でかいでかいでかい。今一番大きいの51だからね、多分52ありそうだけどね。さあどうでしょう。はい、来ました、52.4、 一番でかい。あ、もうめっちゃ強いわ、もうやっぱ動き出してるから。もう、あー、つえ、いて、ちょっと待ってね。いや、マジで、注意ですね。そう、爪が強いから、その、ハサミの部分だけ気をつければいいってわけじゃなくて、やっぱ足の部分もほんと釣り針みたいに尖って痛いから、食い込んで。だから子供とか、その痛みでトラウマになる可能性もあるから、触るときは手袋とか、止まり木とかに乗せて見るのがいいかもしれない。まあ、僕は痛くないからいいんですけど。あ、強がり見守り。え、そう、やめろよそれ。やめました、ゴロいいやつ、響きいいやつ、魔人のテロップから、うん、魔人のテロップで抜粋させてもらったやつ。そう、でかいね、1ミリでこんな変わるっていうね。爪がほんと釣り針みたいに尖ってるから、やっぱまあ木にねしがみつく力があるっていうのはそういうことだからね。一番でかい子今日。次は、お、 17g の YG ケットの奥は、あ、これも2021年の7月、だから去年羽化タイミング逃したことない、うんうん、しかもメスだこれ、多分珍しい、メスでは珍しいわ、うちで言うと。オスは結構こう2年かかる子がどんぐらいかな、割合で言うと 10% あるかないかぐらいの子が2年かけて羽化してくるって感じ。 90% は1年で羽化してくるけどみたいな、うん、でメスはもうほぼ今まで ほぼっていうか初めてじゃないかな、2年かかったの。だからようやく羽化してくれた子ですね。最終体重、もう途中からも体重測ってないけど、最後測ったのは 17g でした。去年1年前だね、さ、測ったの。お、出てきた、出てきてる、もう。はい、来ました。お、いいね、立派。さっきの子よりはサイズはちっちゃいけど、無事に羽化してきてくれました。さあサイズどうでしょう。はい、50.5。 お、十分立派、50いってくれました。基本はメスの方がちょっと早く羽化してくるけど、でもまあそんなに変わんないかな、大熊の場合は。変わってもそんなに支障もない。やっぱオスもメスもすごい長生きで1年とか2年3年と生きてくれるから、そこで言うとまあそこのオスメスの羽化がずれてもそんなに問題ない子ではあるね。体も強いから、で日本の種類だし基本的に、うんうん、さあそしてラストです。このカゴラストは、お、大クワガタアンバランスケットの、これ 21g、 多分オスかな、うん、あ、ここに見えるね、オスだね。はい、さあだから顎が太い子の可能性がある子だね。さあどうでしょうか。お、もうすぐだ。お、いきます。はい、来ました。お、あ、やっぱちょっと太いわ。伝わるかな、極端に太いってわけじゃないんだけど、やっぱここの部分がすごいしっかり太いね。
こうガシッとちょっとはみ出てるというか感じ。あーなんか伝わるかな。でもやっぱ太いサイズ感、多分60ミリ台だけどだいぶ太いね。お、でも 69.6 意外と大きかった。そんなにねサイズ縦は大きくなりにくいかな、この子は、この血統は。ただ60ミリで迫力のある顎とかハサミ部分になる子が多い。で平均的にやっぱ太いね。でこの子もやっぱり他の子に比べると十分太い。目に見えてめちゃくちゃ太いみたいな感じの血統ではないかなとは思うけど、迫力がすごいあるから、個人的には産地はないけど、まあ、国産オオクワガタとしてその類代されてる種類だからおすすめ。かっこいい。顎太い系の血統もいろいろあるからね。このアンバランス血統は僕ん家に福袋で入ってた子をずっと類代してる感じだから。ああ、うん、福袋なんです。そうだからそれ以外の、あ、ね、これねカラーズっていう大阪のショップの福袋に入ってた子なんだけど、うん、そこね結構いろんな顎太い系の血統の種類がいるから、その中でアンバランス血統が入ってたっていう。そうだから他の子は他の子でまたちょっとまた特徴あるかもしれない。もっと太い子とかもいるかもしれない。さあそして2段目に入ります。はい、こっちは基本オスだと思う。だからオス好きの方はお待たせしましたって感じかな、もしかしたら。うん、これもやっぱオオクワガタだから全部オオクワガタだったね結果的に。まず1匹目、これ体重測ってないからもしかしたらメスかも。ただまあ国産の、あ、宮崎のオオクワガタ、これそんなに体重伸びないから、伸びても 20g 前半だから測ってないっていうのもあるかもしれないですけど、さあ行きましょう。さあ無事であればいいですが、お、行きました、行きます。さあどうでしょう。はい、おー来ました。お、これでも分かりやすいんじゃない。おお、はいはいはい、ここの細さ、ここが細いの分かるかな。あ、はい、分かるかな、うん、結構一回りぐらい違う。うん、サイズは多分一緒ぐらいだと思う。こいつも60後半。はい、来ました。 69.2 ほぼ一緒だね、さっきのこと。はい、69、70はギリいかず。宮崎の奥は一番今まで大きくて77ミリだったから、うん、そこから比べるとちょっとちっちゃくは感じるけど、平均で言うと大きい方だね、うん、うちで言うと。これちょっとせっかくなら並べようか、サイズも同じぐらいだし。はい、あ、もうこれ全然違うよやっぱり。ちょっと伝わるか分かんないけど、ここの突起部分のから頭の方のここの部分、ここが生え際というか、そうそうそう、この部分がやっぱ全然違うんだけど、伝わらないかな。あ、でもわかる、左の方が、ね、うん、根元から太い。そう、根元からやっぱ太くなるね。やっぱ血統の力はあるね。その顎がたくましい感じの子が好みの人はこういうこのアンバランス血統とかもだけど、うん、極太系と言われる血統の子がを買うのがおすすめかもしれない。うん、けど、まあ、逆にこのシャープなこれぞオオクワガタみたいな子が好きな人は血統とかがないようなやつの方がいいね。うん、さあそして次はこれいこうか。これ禁止瓶1本だね、アンバランス血統。これだからオスかメスかも分かってない。うん、お、オスです。早っ。おお、めちゃくちゃかっこいい。これこんなに突然、あー、おー、すごい出てきてるね。かっこいいな、潜んでる感エグいな。ちょっと出しましょうか。もう自ら出てきそうだったね。はい、あ、サイズはちょっとちっちゃいかな。でもやっぱ太いね、顎。さあ60前半かな。はい、来ました。65.7。 はい、下に向いて、かっこいいね。このフォルムかっこいいよね。ちょっと下向いてる感じ、顎の一体感も体つきもわかるから、この感じのフォルムすごい好き。このポージングか、素晴らしいね。自分の見せ方分かってるね。なるほどね。うん、無事浮かしてきてくれました。はい、オスでしたね。うん、さあそして次このカゴ3匹目。はい、さあ次は YG 血統、これ 26g、うん、今までで言うと一番体重は乗ってくれた子だけど、まだまだ乗るから、そこで言うと80はないかな、70後半は行ってくれてたら嬉しいって感じの子。ちなみに禁止瓶は3本ですね。3本目で浮かしました。基本3本のイメージで、その YG ケット大きい系の子はで、中には4本いく子もいるって感じかな。いきます。また今までとは雰囲気変わるかもわかんない。あ、どうでしょう。はい、おおおおおお、でかい。おお、
おお、顎長いね。お、いいね、顎が長いね。たくましいな。おお、これはちょっとおぼつかないけど、でももうだいぶ固まってきてる。さあサイズは、いや結構でかいかも。意外と80あったりするんじゃない。でかく見えてるだけかな。キメが76とか。そうね、今日だと76が一番でかい。お、来ました結果。 79.2。 おー、80ギリいかず。でも 26g でこれはだいぶでかいね。80の子も出てくるかもな。そのレコ、自分の自己記録更新はいかなくとも。79.2。 やっぱ70後半も終盤の方だとだいぶでかいね。立派だね。しかもさっきまで60から70ミリ台の子が多かったからよりでかく見える。かっこいいねやっぱね。そう、この大きい子は大きい子でまた違うかっこよさを感じれる、うんうん、さあそして残りもう5です。早いね。以下掘り出しとチャップマンのストレート早いね。ヤンキースの左ピッチャー。 あー最近どうなんだ。 あんまり、あ、わかんない、連絡取ってないからね。いや違うわ、登板してるかどうか聞いたんだわ。あ、そんな連絡先知ってるならもっと驚くわ。めっちゃ喋るじゃん、口数。今3倍速してた今セルフ3倍速確かにチャップマンどうなんだろう。でも投げてんじゃないかな。そうか、まだ。でも結構だよね、もうね。俺らが中学生とかだったもんね、確かね。そこで言うとどうなんだろう、うん、今皆さんチャップマン情報ある方をコメントをよかったらお願いします。さあ次、これ宮崎のオークワ、はい、21g。 宮崎のオークワ型の中ではだいぶ体重乗ってくれた子です。だからまあ70ミリ、ここ最近は70前半行ってくれてる子がまあなかなかいないから、まあ、70ミリ行ってくれてたら嬉しいかなとは思うけど、そんなに宮崎の奥はサイズは気にしてないって感じではあるけどね。まあそれでもまあ大きく育ってくれたらやっぱ嬉しいから、うん、そこの部分で言うとまあ無事でありある程度大きいと嬉しいです。さあどうでしょう、いきます。はい、お、おー、あー、どうだ。あ、大丈夫そう、よかったよかった。綺麗に、うん、ちょっとお尻が出てるけど、引っ込んでくれたらいいけど、ちょっとお尻が、まあ、出ちゃった子だね。若干こうはみ出ちゃってる子、こういう子は結構雑菌がここから入りやすかったりして突然星になることとかあるから、ちょっと心配ではあるけど、しっかり固まってくれてはいるかな。でこれは羽先から、これお尻から測るんじゃなくて、お尻だとだいぶでかくなっちゃうんで、この羽先、羽から顎先が基本測る場所ですね。ちょっとざっくりだけど、そんなに僕も測るのうまいわけじゃないんですけど、はい、まあ大体だけど、お、70.7、はい、ギリ乗ってくれました。あ、ちょっとこれ足、ここの足にも麻痺気味かな、不節が、この後ろ足、はい、そう、だからそこは心配だけど、やっぱまあ類大も濃いからね、だいぶ兄弟同士でもう10回掛け合わせてる子、兄弟同士で 10回こう交尾繰り返されてる子だから、血も濃くなってきて。ただなんかね、だから兄弟同士8回目ぐらいの時はなんか不全が多かったりとか、うんうん、その卵、幼虫が途中で星になったりとか、初齢の子とかがなんか幼虫がすごい弱い印象になって心配だったんだけど、ここ最近はそこで言うとすごいしっかり育ってくれてる子が多い。なんか乗り越えてくれたかは分かんないけど、なんか一つ波は越えてくれたのかなみたいなのあるかも分かんない。ちょっとお尻と足が麻痺気味ではあったけど元気そうでよかったです。さあそしてもう残り3か、まさかのここに来て大クワじゃない子1匹いました。お、はい、これダビソン二股。お、うん、これインドの二股クワガタ。比較的僕の中では二股クワガタ産卵させたい、ブリードしたいっていう人の初心者向けかも。すごい産卵数が多い二股クワガタ、ちょっと一癖ある子が多いんですけど二股クワガタ自体が、うんうん、その中で言うとすごいそのいろんな剤、産卵剤とかに反応しやすい種類の印象、うんうん、だから個人的にはすごいおすすめの種類ですね。はい、これだけねすごい遅れてて羽化が、もうみんな羽化してきて活動も開始してる子も多いんだけど、この子だけすごい遅れたからちょっと心配なやつ、はい、これ2022年の1月頃孵化、まあだから1年3ヶ月ぐらいか、15ヶ月ぐらいかかったって感じ。基本みんなね8ヶ月から10ヶ月ぐらいで羽化してきたから、そこで言うと5ヶ月遅れって感じかな。そうだからちょっと心配だから、まあ無事でしょうか。一応溶質は確認できたんだけど、あーダメだ、星になってますね。あーあー、これは溶化不全です。
あ、サナギになりきれなかったって感じでした。ちょっと横から見えなかったからタイミング的に浮かしてくる時期かなっていうので確認したんですけど、星になってます。全容で星になってるって感じかな。やっぱちょっと幼虫期間が変に長い子は心配になるね。やっぱ星になってました。まあちょっと気を取り直して、さあ残り2匹です。はい、残り2って言ったんですけど3ですね。はい、はい、さあ次が、あ、これグランディスオオクワガタ。お、はい、ここに来て、うん、なんですけど、これはねオスじゃないかもしんない。お、うん、書いてないから、うん、単純に菌糸が余ってたやつでメスを入れた可能性もあるかな。で、幼室も見えないからもしかしたらサナギの可能性もあるけど、多分タイミング的には、うん、サナギだったり羽化してるかなって感じだから、うん、ちょっとこれやっていきましょう、うん、ちょっと慎重に。サナギか成虫だとは思うんだけど、あ、いたいた、いたか、あ、いました、いました。メスっぽいね。あ、メスだ、いきます。はい、来ました。おー、立派、綺麗に浮かしてました。さあサイズは、はい、51.5、 50ミリは超えてくれてました。かっこいい、よかった。グランディスもね今年は自己記録超えるぞで意気込んでたけど、うん、多分結局超えれなかったかな。うーん、80ミリぐらいがマックスになりましたかね。 51.5、 十分でかかったです。お見事、ありがとう。おお、ダイレクト、ダイレクトありがとう。会話してんだな。え、なんかシェフの人がさ、ああ食材と会話する。ああ、はいはいはい。なんかクワカブとか幼虫にも感謝を伝えて、うん、ああ、あ、普段からっていうことですよね。そのカメラ回ってない時、うん、あーは無言。やっとけよ。嘘でもいいからよ。なんで急に正直なんだ、うん、いや、めちゃくちゃ黙々とやる。信じられないぐらいの方が進むから作業。そう、まあでもだから逆にこうやって喋りながらワイワイやれるのもやっぱ楽しい、うん、あ、逆にそう、そうだからありがとうございます皆さん、このワイワイさせてもらって盛り上げてくれて、うん、盛り上げてくれてありがとうございます。さあもう2匹ですよ残り。はい、さあどうでしょうか次は。あ、これは国産オークワ。これどこだ、ここかな、ここにかな、はい、とは思うんだけどちょっと心配だね。うん、見えないから。まあこれこんな感じですごい劣化してる感じになってるけど、ちょっと泥ついた感じの、でも羽化してるはずだから多分問題ないとは思うんだけど、さあどうでしょう。お、羽化してます、よかったよかった、いきます。はい、ここ、おー綺麗。あ、今までで一番間もないね、羽化してる。ちょっと赤みがある、うん、後ろとか赤いんじゃない。あ、これみんな黒かったからね、はい、まだ2週間ぐらいじゃないかな、浮かしてきて。かっこいいね、シュッとして。素晴らしい。さあ、サイズはどうだろう。体重も測ってはないか。どうなってるか。はい。まあ、60はありそうだね。60中盤ぐらいあるんじゃない。はい、来ました。66.2。はい。うん。60中盤超えてくれてました。十分立派です。うん。いや、無事で何よりです。ありがとう。おぉ、うん、動画界でも。あ、まあ、やってないです。あ、ずっと正直だな。無言です。いいんだよ。言っちゃえばさ。さあ、そしてもうラストか。早いね。はい。はい。で、これはもう意図的に最後にしてました。お、今日最初のことを覚えてる？言ったの。脱毛言ってる？いや、あったけどね。それこの動画だっけ。いや俺も覚えてないわ。グケンって言ったやつね。ん、違う、グシンって言ったやつね。 あったけどね。どれだろうね、これだったかな、わかんないよもう、もはや。うん、最初になんて言ってたっけ。いやもう覚えてないね、失礼な話。いや、ちょちょ、え、オオクワガタがいっぱい出ますみたいな、うん、ああそうと、自己記録の85を超えれたら最高という話をしてましたが、この子は可能性があると思って残してました。お、はい、これね、自己記録更新、もうサムネ作っちゃっててください、マジンの方。開ける前に自己記録更新っていうのも、85mm だった子の、最終体重が 31g とかだったかな。で、まあ今日の子で言うと一番重くて多分 26-27g ぐらいだったけど、この子 32g です。おお、そうだから自己記録の子よりも 1g 一応重いっていう、まあその体重が全てではないけどっていう部分で、こいつは、85を超えるポテンシャルを秘めてるんじゃないかと
いうので、今回浮かしてきた子の中で一番可能性がある子だったんで残してました。それが一体どうなってくるか。これ YG オークワね、 YG ケットのオークワ型。さあどうでしょう、いきます。ちなみにだから親は1匹目と一緒、84ミリの子。そうだからちょっと楽しみにしてた子、ようやく浮かしてきてくれたって感じで。洋室もねでかいんだよね、こっからここ。そう、たまにでかく作っちゃう子とかいるんだけど、この子はサイズ自体がでかいからだと思ってる。お、いました、でかそう。これ見える？これでかそうじゃん。ちょっと顎が見えるけど、これがどうでしょうか。85超える可能性は全然あるぐらいでかそうだね。はい、さあ、いきます。これ、おお、刺さって見えないが、おお、どうですか。でかい、でかいね。なるほど、顎も長いんじゃない。めちゃくちゃかっこいい。ちょっと体がでかいかな、体にちょっといってる感じはあるかもだけど、十分でかい。今日間違いなく一番でかいね。マックス79だから、そこで言うと一番でかいです。うわ、これはどうだ。でもめっちゃ綺麗で、とりあえず一安心、うん、で、でかい4本分あるでしょ。おー、だいぶ立派な気するけどね。さあどうでしょう、85はあるかな、ないか、さすがに。ただ、わかんないね、測ってみないと。もう自己記録更新なるか、ふわかぶの部屋の歴史変わるか、変わらないのか、変わらないのか、変わるか、変わる、変わる。おお、来ました。お、今回ラスト、結果 80.5 です。あー、4ミリ届かず。惜しい。4.5ミリ。はいはいはい、うん、まあ80は超えてくれてたね。うんうん、うん、けど今日ちょっと小ぶりな子が多かったからよりでかく見えたな。うんうんうん、うん、多分85はないだろうなって正直思ってはいたけどまた変わってくんのか、うん、その壁を超えたら。いや、まあ、まあちょっとね、84、85はやっぱだいぶでかいから、うん、そこで言うとそこまでの迫力はなかったけど、やっぱでかかった。大きく、やっぱ30超えてくると80いく子が多いかなっていう印象で、うん、ちょっとね、やっぱこの子で言うとちょっと暴れちゃったから、幼虫の時に、うん、暴れるって、まあ餌を食べずに菌糸瓶の中を動き回るみたいな、人間でいう餌、ご飯食べずにこうマラソンだけしちゃうみたいな、体重が必然的に落ちるような状態っていうことになっちゃったから、ちょっとサイズどうなってくるかなとは思ったけど、まあ80にはなってくれてよかったね。うんうんうん、うん、でもまあかっこいい、だいぶかっこいいです。やっぱ80超えてくると、まあ79の子も十分かっこよかったけど、やっぱり80超えてくるとまた違う魅力を感じれるね、オオクワガタの、うん、そのフォルム的な部分とちょっと勇ましい部分のかっこよさみたいな魅力を感じれるんで、やっぱ80っていうのはまあ個人的には一個また違うかっこよさのラインになるかも。はい、80.5 でした。ということで、前頭終了でございます。はいはい、いやでも無事羽化してきてくれて、うん、ちょっとダビソン二股、まあ心配だった子っていうのが、まあ星になっちゃったりはあったけども、ね、まああと羽化不全の子とかがちょっといたりはしたけど、うん、まあ基本的に元気に羽化してきてくれて、そこだけでも十分だったけどね、うん、そんな中でまあ今回で言うと、まあ一匹80ミリも超えてくれたし、メスは50ミリ超えるような子がたくさんいてくれたんで、うん、いや良かったです。はい、でこの時期羽化してきた子たちはおそらくもう今年産卵セット組むっていうよりは来年組んだ方が、産卵しやすい傾向があったりするんで、うんうんうん、まあ、1月とか2月ぐらいに羽化してきた子だったらワンチャン今年の夏、まあ5月、まあ6月、まあ5月ぐらいかぐらいに産卵セット組める可能性はあるけど、この時期ってなるともうちょっと若干遅くなるから、産卵セット組むにしては季節がっていう部分を考えると、まあ来年この子たちはまあ活動開始してから、まあ来年まあ一回こう冬眠を経て産卵セットを組むって感じになるかな。うん、でまあこの中でもまあもちろん大桑もまたや、ランバージャックとか、まあ各ショップお世話になって虫舎とか月夜のキノコ園さんとか、あ、まあ待って、なんで月夜の木の公園だけさん付けしたんだってなるんだけど今流れで、うんうん、まあランバージャックとか、うん、ムッシャとか、月夜の木の公園クワガブプラネットとか、また
出させてもらう可能性もあるんで、うん、まあ、大クワガタ気になった方も、まあ、他の種類とかも出したりもするんで、よかったら今言ったところのツイッターとか検索してみてください。具志堅的にはどうだった？いやもうほとんどがもう無事に羽化してきてて、そうね、今日はもう1匹目からすごかったっすね、うん、あーそうね、その1匹目の感じが800のボトルから出てくる、うんうん、今までで言うとサイズ感はちょっと異色なサイズ感だったかもね、うん、はいはい、うん、でやっぱり僕も何回も見てますし、うん、今日も一応行ってみたら大体同じ種類の姿だったんですけど、うん、やっぱり一匹一匹に個性があるというか、ちゃんと細かく、まあ、連続で見たりすると、うん、体のフォルムだったり、まあそうね、角がまっすぐとか、うん、割と、うん、な突起2番目の突起がどうのこうの、ね、うん、あ、そうね、ちょっと小型の子とかね、そうっすね、うん、だその細分化というか、うん、同じ種類だとしても、うん、でなんかこういう三森さんぐらいブリードしてる人も未だにやってるし、うん、でなんか、うん、クワカブ初心者の人でもなんかやれそうというか、そうね、もう体も強いし寿命も長いし、うん、産卵も比較的たくさんしてくれるし、うん、あとやっぱ名前聞いたことはあるから、まあ、超有名だもんね、うん、だからすごい、だから長年愛されてる感がやっぱオスメスどっち見てもあるな、うんうん、まあ日本の日本産の良さだったり、うん、外国産の良さだったりっていうのがすごいですね、うん、そうね、今回だと、まあ、ホペイはいたけども、うんうん、グランディスとか他の海外のまた日本のオークワと形状がガラッと変わるような種類とかもいるから、うん、はいはいはい、そう、もうオークワガタは、まあ、どれもかっこいいけどね、うん、でもやっぱ日本のオオクワガタってちょっとやっぱ特別感があるというか、俺ら世代ぐらいまでかもしんないけど、もしかしたら、うん、やっぱ幻のクワガタって言われてた種類で、うんうん、そのもう俺らが子供の頃とかってもうオオクワガタワンペア1000万円で取引されてるとかいう話もなんかテレビとかで見かけたりしてたから、うんうん、そういった部分で言うとそういうプレミア感というか、うんうん、ちょっと幻伝説感がある種類だから、うん、やっぱそういった部分の、なんか魅力もあるかもね、うんうんうん、なんかずっと目の前で飼育とかすることできないと思ってた種類っていう憧れとかがあるかもしれない、うんうん、けどまあ見た目もかっこいいしね、うん、シンプルというか、そうそうそう、いろんな外国の色が特徴的だったり、うん、形が特徴だったりしますけど、そうね、オークワ以外のやつだと、うん、長年愛されてるゆえの良さなんだなっていうのは思いますね、うん、ああ、そうね、だからまあ今日も同じオークワガタでも顎太い子とか、うん、そういう違いとか、まあやっぱ一匹一匹個性あるから、うんうん、そういった部分でもね、まあ最後80ミリ超えてくれたし、うん、トータル大満足の羽化掘り出しになりました。そして今回のカメラマンが異次元くんです。いや、具志堅ですよ。あ、具志堅か。漢字3文字だけど。異次元？あー、具志堅も？じゃあ、当たりか。外れだろ。くそ、騙されないな。寝起きだから。異次元。俺の会話にかぶせて異次元って言うのやめて。そう、異次元は僕らのトークでした。いや、どうだろうね。そんな使い方しないだろ、異次元。具志堅ってじゃあどうやって書くの？漢字で覚えていった方がいいってことだもんな、絶対。1文字目がグー、うん、で、C か。そうか。で、剣は？僕の剣の漢字はお菓子の片揚げポテトの肩です。具志堅の剣ってお菓子の片揚げポテトの肩なの？いや、声小さいな。あ、そうか、まあ、ごめん、具志堅。はい、一緒に伝説作っていこう。ああ、ということで、今日も始まりましたけども、変な喋り方。今回はね、非常に有意義な時間になると思います。羽化掘り出しです。おー、はい、なるほど。そう、最高の瞬間、最高の瞬間。クワガタカブトムシを飼育してて、うん、一番みんなが待ち望んでる瞬間、それが羽化掘り出し、うん、うん、やっぱもう、まあもちろん幼虫になった時っていうのがまあ誕生ではあるけども、クワガタカブトムシの、うん、やっぱ言っても僕らの憧れの瞬間、生態っていうのはやっぱ成虫の姿っていう部分だったりもするから、うんうん、僕ら第二の誕生みたいなね、うんうん、ところになるんで、これがね、まあ無事に羽化してるかどうかっていう、まあちょっとドキドキもありはするけども、やっぱワクワクの方が強い作業というか、うん、もう節目、そういった部分で、今日はしかもオンリーかな、一種類かもしれない、はい、皆さん大好きな種類、種類、ちょっとね、そのオープニングからずっと皆さん気づいてるかもしれないですけども、今日調子いいです。いや、ちょっと
それを調子良いとするなよ。うん、なんかまあまあそんなね言うほどね、うん、つぶだてることではない。いや甘いな。おいグラニュー糖かよお前。いや今回大桑形です。おおみんなのアイドル、はい、日本人、まあ、僕ら世代はもう誰しもが小学生の時に憧れた、いないであろう場所でも大桑形を探し求めてしまう、うんうん、どんなひとときも忘れたことない存在、それが大桑形。うん、うん、清原和博と大桑形はもう男の憧れだったから、まあまあ俺ら世代の、そう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 、だから六本足の清原和博とかいたらもう最高。いやそういう違う意味で注目されちゃうだろその清原はよ、合体させりゃいいってことじゃないから。そうか、まあ顎にダイヤのピアスつけてる大桑形がいたら最高。いや清原ピアスつけてたけど、おい100万円のね、高っ。そう100万円らしいよ、俺ニュースで見たもん。あ、それは知らなかった。そう、そこで俺100万円って存在知ったから。僕ら世代か、もうちょっと上の世代かな、うん、が特に憧れしたクワガタ、うん、大桑形が、まあおそらく無事に羽化してきてるであろうと思いますんで、早速出しましょう。はい、こちらです。はいはい、こちらです。あ、間違えた、間違えた。おい、逆だよ、おい迷いが、すげえ早えな、今のは。まあいけたかと思ったよ、迷いが。迷いがっていうか2分の1ですけどね。結局こっちだ、こっちでした、すいません。そっちで、はい、数で言うと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、5億です。多いな、今まで処分されたトイレットペーパーの進化よ。多いな、もっとありそうだけどね、1億人いるこの世界で、日本で。いや知らないですよ。いや知らないんだよ、南君試験は。昆虫ハウスには10ぐらいあったわ。いやいいよ。あそこその捨てるって概念ないから、あの家はあのゴミをゴミとしない家だから。そうだから間違えて昆虫ハウス自体をゴミ収集車が捨てようとしてたんだけど。危ねえな。そう危なかった、ゲーム配信もやってるのに。そう一回八幡さん捨てられてたけど。いや蘇ってく、ま、間違えて。いやいや抵抗しろよ。八幡さんうわーって言ってた。じゃあ足りねえぜ。そうか、豪華は確かに言い過ぎだね。はい、うん、11匹です。はいはい、はい、で、まあ、ボトルがねこういう感じで、一回り大きいやつと、まあ、通常サイズ800と1400のボトルなんですけど、うん、の2種類2パターンあるって感じですが、まあどうだろうね、まあ一応こっち大きい子、大きい方はオスで、こっちは大クワガタは大クワガタでも血統とかがあって、うん、まあ大きくなる血統だったり、まあその大きさじゃない血統だったりとか、まあ、単純に血統じゃない子とかってなってくると、まあ大型血統の子以外は基本的にここでも羽化できるから、うん、800のボトルでオスメスどっちが出てくるか分かんない状況だったりもするかな、うん、って感じになるんで、じゃあ早速、まあ、みんなが無事なのを祈りつつ掘り返していきましょう。はい、ということで必要なものこちらです。はいはい、こちらですね。はいはい、測り用のノギスと掘り返す用のスプーンです。あー逆だねー。やっちゃったー。本当かよ。すいません。今のはまあ池坂とちょっと思ったけどね。思ったな。うん。すいません。いかねえか。はい。すいませんでした。逆でした。これが掘り返し用のスプーンと測り用のノギスですね。うん。はい。僕らの掛け合いの面白さは、うん、測定不能です。おい、かっこよくすんなよ。なんだよ、掛け合いが測定不能って。ちょっと故障気味になってるけど。ブラックペッパー具試験。おい、それは故障じゃないわ。ありがとうございます。これですね、ペッパーミルしてやろうか、おい、はい、いや、いいよ、やんなくてよ。ノギスで測る子もいるし、測らない子もいるんですが、これで、とりあえず掘り返していきましょう。はいはい、ということで、1匹目からいきます。はい、まず、あ、これ多分オスかなと思ってるんだけど、あ、オスだとしたら、まぁちょっと小ぶりかなっていう感じなんだけど、うん、これ、まず1匹目のオオクワガタ、国産のオオクワガタです、みんな。はい、これが 18g ですね、最終体重、うん、で、2022年の5月、だから丸1年ですね、うんうん、で、これ9月に1回交換してるけど、そっからもう1本交換してます。3本目までいったって感じかな。そう、だからもう最後は体重測らなかったって感じ、もう最後さなぎになってもらうためにこの禁止日に移し替えたって感じになりますんで、さあ、あとはまあ無事に羽化してるかどうかっていうところですが、どうでしょうかね。多分見えないからね、これ見えないから、ちょっとおそらく羽化してるだろうっていうので掘り返してるって感じ。はい、ちょっと確認して。あ、なるほどね。はいはいはい、わかんないです。わかんないか。
なんであれ揺らしてたんだよ、縦揺れ。幼虫の可能性もある気するな、ちょっと。まあね。あ、待って、でも大丈夫そう。成虫ですか。成虫っぽいね。ああ、よかった。ここ見て、この穴。もう、暗くて見えない。明らかに大きい穴がありますが、ここにおそらく潜んでるはず。ちょっと確認してみようか。あ、でも見えないな。ワクワクするね。いるぞ、いました。オスか、いや、オスじゃないかも。オスじゃなかったら結構立派なメスかもしれない。さあ、行きます。はい、来ました。でけえ、やっぱでかいな。これ、ちなみに大型血統のオクワガタ、うん、IG 血統っていう、もうずっと昔から大きいオクワが現れるとされる血統の子なんだけど、でかいね。50ミリ超えれば十分でかいっていうところではあるけども、こいつはどうでしょう。さあ、サイズは、はい、お、53.2。あー、やっぱでかいな。まあ、18あったからね、十分。その時点でやっぱ15グラム以上だと50ミリ超えるかなっていうところだけど、やっぱ18グラムあったからよりでかかったね。素晴らしい。メスでした。超立派なメス。さあ、このままバンバンいきます。さあ、次はこれか。これは 15g だから、まあメスかな。だからさっきのことどう変わってくるか、こう 3g の差でね、結構変わってきたりするから、まあグラムが全てではないけど、まあ参考にはなるね、やっぱね。さあ、白いですね、金糸。そう、だからこれも3本目までいったって感じ。そう、まあ3本目までいったっていうか、もう3本目で羽化まで行ってもらおうっていうので交換してすぐサナギになってくれたって感じだね。お、来ました。どうだ。お、メスだ。いきます。はい。あ、でもこいつもでかいな。十分でかいね、うん、これ。お、一緒くらいじゃないかな、なんなら、うん、僕は久しぶり見るんじゃない。もう確かにね、前もでも大奥はいっぱい掘り返してたな。 あそうね。ちなみに大奥はいっぱい掘り返した動画、うん、まだ上がってない。あ、そうなの。うん、やっぱ尺がすごいから。あ、そんな尺すごいのって後回しにしがち。あ、まあそうか、うん、状態にもよるからね、魔人の、うん、魔人のコンディションにもよるから、まあ、それそう、そこの部分とかも考えて、うん、ちょっと後出し後出しにしてる。うん、その理由も、12月の羽化した生態全部掘り出す、すべ、うん、てはあいつのせい。あ、まだ上がってないんですか、うん、あいつはまだ上がってない。12月、あ、もうちょっとよくわかんねえな、うん、半年前。そういうのもあって、うん、羽化した生態全部掘り出す系は、うん、もう基本配信にすることにした。生配信、うん、確かに。そう、だから生配信のやつ、それはそれに関してはアーカイブ残すんで、うんうん、そう、それ以外はあのメンバーシップの方にアーカイブは残してるんですけど、うん、羽化した生態全部掘り出すだけはもうアーカイブ残しでやろうと思ってるんで、うんうん、ぜひ気にかけててください。ゲリラ的なんであれなんですけど、はい、ということで結果は、52.8 ですね。あー、はい、まあまあまあ、うん、まあでも大差なく大きくなってくれました、うんうん、はい、 52.8 血統の、やっぱりやっぱ、まあ血統の力はあるね。うん、そこはもう間違いないって言ってもいいぐらいなんじゃないかなって思う、うんうん、ヘラクレスとかもそうだけど、はいはい、さあ、そして次が宮崎のオクワガタ。お、はい、これも、これは6月これも1年ぐらいね、羽化まで。地元一緒。そう、地元一緒。まあ綾町、俺宮崎市内だけど、うん、これは綾町のオクワガタで、ここでだから分かるんじゃないかな、血統の、大型血統と大型血統じゃない子の違いが。どうだ、メスかな。メスだったら分かれるんじゃないかなと思うんですけど、いきます。はい、来ました。お、元気そうじゃない。はい、おー、元気です。はい、こんなに違う。これが通常サイズって感じかな。うん、まあ、サイズね、この大型系の子以外は分かんないんだけど、一応参考までに。はい、42.7。うん、まあでもこんなもんかな、45あれば十分って感じだから。こんな1センチも変わるっていうね。そうか、1センチってやっぱだいぶ変わるから、クワガタの1センチはやっぱ
んだろう、人間の10センチぐらい変わる感覚でいいかもしれない。はい、まあでも今んとこ無事で何よりでございます、うん、さあそして次、お、次も大型血統のメスかな、はい、さあどうでしょう。これはちなみに、あ、これ 6g だから成長が悪かった子だね、うん、ちょっと心配なところでもあるんだけど、はい、あ、浮かしてる、よかったよかった。さあ、いきます。はい、おお小ぶり。まあ、中にはたまにはこういう子も出てくるね、大型血統で、うん、でも成長が 悪い子だったからすごい心配してたけど、成長悪い子ってやっぱ途中で星になる率も高いイメージ。そう、同じ餌与えてても全然食べないというか、うんうん、成長しない子ってたまに現れるんだけど、うん、そう、まあでも無事に羽化してきたね、うん、この子ちっちゃいね、3センチ台じゃない、だってこれ42ミリがこれだから結構ちっちゃい、 37.5、 もっとちっちゃく見えるもんねやっぱね、はいはい、いやでも無事でよかったです。飼育しにくいとかあるんですか、うん、産卵が。全然オオクワガタは本当に超初心者向けって感じ。あ、もう血統は特に関係なく。関係ないね。だから大きい子を羽化した時に大きい子出てきたら嬉しいなっていう場合はやっぱ大型血統の子を購入するのがおすすめかな。うん、まあそういうのを意識してないんだったらもちろん、まあどこでも行っちゃいいかもしれないけど、自分の出身地と同じとか自分の思い入れのある県のオオクワガタっていうのもありかもしれない。さあ次はこれ、お、宮崎のオオクワガタ、僕の地元のオオクワ、さあ、あ、オスかな、いいんじゃない、行きます。はい、オスです。今日初のオス、綺麗、かっこいいな、やっぱな。ここのね、オスの違いとかもね感じれると思うから、お、あの大型系のオスとの違いも、うん、だからオスいてくれてよかったね、宮崎の、うん、素晴らしい。これももう兄弟同士で10回交尾してる子だからね。うん、いやでも立派です。さあサイズはどうだ、十分立派な方かな。はい、はい、でした。俺くしゃみじゃなくてさ、かき消さないで。あ、ごめんごめん、モザイクオンじゃないんだから、69.9 ですね。あ、はい、十分立派、うん、やっぱここ最近は60ミリ中盤から70ミリ前半のイメージかな、うん、立派な子で、うん、この子もしっかり固まってくれてます。はい、ちっちゃいボトルから出てくるんですね。そう、だから宮崎のオオクワガタとかは8センチ超えるような子とかもいないから、うん、もう基本ここで入れやってる、うん、さあ次は YG 血統のメスかな、 13g。 さあ、お、来ました。さあ、いきます。はい、はい、おー、立派。まあでも1匹目2匹目よりかはちっちゃいかな。あ、でももうやっぱ光沢感すごいね。やっぱ黒いダイヤと呼ばれてただけのことはあるね、やっぱね。うん、目の色普通ですか。え、普通か。お、そんなすぐよく分かったね。普通です。普通かい、じゃあ俺が変じゃねえいやいや大丈夫、それが個性だからすごい慰められた。はい、49.4。はい、50はいかなかったけど十分立派。さっきの宮崎のオオクワタ、成長があんまりしてなかったメスから、うん、この子だからめっちゃでかく見えるな、うんうんうん、49.4。 はい、さあそして、あ、もうあとデカボトルだけか。お、次は、あ、これね、サイズ、これね、この金シミ1本で羽化までいった子かな。へえ、うん、さあ、あ、そんなことないわ、普通に体重測ってなかったことだ、うん、でも多分オスなんじゃないかな。さあ、いきます。ちなみにこれはアンバランス血統ですね。これはまた大型血統とかじゃなくて顎が太くなる子。アンバランス血統、うん、さあ、どうだ、お、いました、いきます。はい、お、来ました。 お、いいね、これね、ちょっとね、まだ1匹目の宮崎のオスに比べるとやっぱ太いね。
サイズ感の割に顎がでかい太いって感じ。こうの方が分かるかな。おお。やっぱバランスがね、より顎が際立つようなバランスになってきてるんだよな。かっこいいね。何回見ても。バランスケットかっこいいっすね。ああ、具志堅も好きだもんね。この形が。さあ、サイズはね、70いくかどうかぐらいじゃない？はい、来ました。66.4。はい、うん、あ、じゃあ宮崎のの方がでかい。あ、そうね、さっきのこの方がでかかったけど、やっぱ顎のたくましさはやっぱあるね。もう大クワガタもね、結構一通り羽化してきて、なんだろうな、1年で羽化してくることをそのタイミング逃したら結構2年近く幼虫する子がいるんだけど、うん、そういった部分でいうと1年で羽化してくる子たちはほぼほぼ羽化してきたかな。大半がここも大クワで埋まっちゃってたから、はいはい、ちょっとね、それまで一時産卵セットとか他の子組めなかったりしたからね、うん、そう、ようやくねスペースも空いたから、うん、こっからまた大クワ以外の子も、うん、幼虫とか出てくるんじゃないかな、うんうん、で、大クワちょっと数減らそうと思ってるから、去年めっちゃやっちゃったから、うん、そう去年この家の虹色って呼ばれてたから育ての虹色。そう、まあでもやっぱ楽しいしかっこいいからね、うん、どうしても やりたくなっちゃうんだけどね。さあ、これもアンバランスです。お、こいつ立派じゃん。さあ、行きます。はい、おお、立派。さっきの子よりでかいね。おー、顎も太い、ちょっと、はい、そのアンバランスケット、めちゃくちゃ顎がその異様なまでに太くなるみたいな子ではないけど、うん、バランスのいい太さになってくれるね、うん、そのアンバランスと言うけども、はいはい、かっこいいね。さ、サイズは70近くあるんじゃない？さっきも言ったな、それ。はい、71.6。立派。はい、だいぶ立派になりました、うん、かっこいいね。アンバランスケットって日本の血統ですか？そう、あの、まあもちろんみんな日本のオオクワガタなんだけど、うん、アンバランスケットに関しては顎の太さみたいなのを優先、あ、もう俺も曖昧だけど顎の太さを優先してるから、その産地表記はもうなしにしてるみたいな、日本産みたいな感じで、一応宮崎のオオクワはもう宮崎のオオクワ同士で掛け合わせてるから宮崎県産とか、うん、まあそんな感じかな、ざっくり言うと、うんうん。さあ、そして次が、次もアンバランス。そっか、オオクワガタって日本だけ？全然、外国のオオクワガタもいる。あ、そう、グランディスとか。まあ、そうか。そう、オオクワガタはグランディスもだし、ホッペイもそう。中国の？中国のオオクワガタがホッペイ。なるほど、うん、で、グランディスとか、まあ、いろんなのいる、うんうんうん、から、まあ、世界各国にいるって感じ、うん、その中で、この今回の子は国産オオクワ、日本のオオクワガタ。さあ、このアンバランス、アンバランスケットももうだいぶ羽化まで行ったからね、そろそろ見納めかもしんない。さあ、どうでしょう。これどこだ。お、あー、これ星になってますね。あー、眼前です。うー、あー、ダメだか。完全に羽が開いて雑虫が入っちゃった感じかな。雑菌が死になっちゃってました。そう、まあ羽化まで、羽化脱ぎ切れてはいるけど、うん、ちょっとさなぎから羽化するときにちょっと支障が出た感じですね、うんうんうん。まあ、気を取り直していきましょうか、はい、次、もう今回はアンバランスケットは終了ですね、はい、で、残り2匹、うん、まあ、あと2匹はもう無事であってほしいところですが、ね、うん、次、こっちから行こうか。こっちは、これも YG ケット、大型のオオクワガタで、これ最終体重 28g ですね、うんうん、だから、まあ、80mm はいかないかなぐらい、多分70後半いくかどうかっていうところになるかなとは思うけど、さあ、どうでしょう。無事だったらね、いいけど、あ、大丈夫そうです、よかった、はい。さあ、お、でも立派そうじゃない？いきます。はい、おー、よかったよかった。あ、綺麗、しかも、はい、おー、めっちゃ綺麗だね。しかも今日、大きい子も見てないからより
立派に見えるな。でけえな。でかいね。かっこいいな。大きい子は大きい子でかっこいいよね。さあサイズはどうでしょう。お、でも、お、いいね。はい、80.8。 80いってくれました。予想以上に大きくなってくれたかな。いや、かっこいいね。黒？真っ黒、漆黒。この二股のね、顎がやっぱかっこいいね。すごいシンプルだけども、はいはいはい、美しい感じの、うん、無駄を省いたかっこよさ。お、素晴らしい。 いや、まさかの80超えてくれてました。なんか予想以上に大きくなったね、うん、さあ、そしてラストです。はい、はい、次が、だからさっきの子で80いったけども、これも YG 血統で、はい、最終が 30g ですね。うん、おー、そう、だからこっちの子の方が期待してる子とは、子ではあるんだけど、うん、ごめん、ちょっと流暢すぎて、逆にちょっと滑舌悪そうに聞こえたかもしれないですけど、いや、点が多かったよね、ちょん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 みたいな。まあ、点はね、いくらでもあった方がいいから。いや、試合じゃないんだからさ、ね、安心して、中継ぎも休められるし。うん、そうね、うん、久しぶりに、ね、一発があるからな。ライオンズが久しぶりに勝って。あ、そうですか。いや、よかったです。今日、はい、あ、まだ見てないな。タイラが頑張って投げてくれて。あ、タイラ、そうそうそう、見て。そう、3対2で勝ちました。あ、はい、うん、ご視聴ありがとうございます。おー、まだ多く分かったか。違うよな。うん、危ない。いやいや、俺も不安だったけどいや、そうだよ、一か八かで行くんじゃないよそう、これがラストね。だからもう、だからもう若獅子が登場してくれると思います我らの。随分偏った。そう西武ライオンズね。そう、ライオンズファンなんで僕、うん、さあどうだ。80だから、80は超えてくれるんじゃないかなと思うけど。おお、かっこいい。もう、もうかっこいい。おお、でかそうじゃない。見えるかなあ、ごめんなさい、なんかメダルゲームだったら嬉しいんですけど、こんなボロボロこぼれて見えるかな。見えないか。ちょっと出しようかもうちょボロボロじゃねえかよ、おい、雑巾かよさあ、いきます、ラスト、大久保。はい、おお、でかくない？結構、はい、立派だね。さっきの子よりも顎長くてスタイルいいね。おお、かっこいい。でかくない？でかいな。これ結構でかい気する。82、3ぐらいあるんじゃない？さあサイズどうでしょう。ちょっとずれてるけど、結果 82.5。 素晴らしい。だいぶ立派になってくれた。 30g でこんだけ大きくなってくれたら万々歳ですね。去年のベストが85.2 とかだったんだ、うん、そこで言うと、そこに 3mm 届かずではあったけど、うん、だいぶ綺麗に浮かしてきてくれて、かっこいいね。おー、いいな、バランスもいいし、顎も長くて、すげえな。うん、いや、よかったよかったということで終了です。はいはい、はい、ということで、一番でかかった子が最後の、うん、30g だった子の 82mm、 はい、 82.5 ですね、うん、はい、いや、素晴らしい。予想以上にでかくなってくれました。うーん、そう、だからまさかこんなに大きい子出てくる回だと思ってなかったから。はいはいはい、うん、これはこれで嬉しいね。うーん、まさか 30g だと、 30g で 80mm いってくれるかなっていうぐらいのイメージだったから、うん、だから1匹目の 28mm から、 8g から 80 っていうのも結構誤算ではあったけど、うん、体重の割に、サイズに、サイズが乗ってくれる子が多かったね今回ね、うん、メスも 53mm 超えてくれたりとか、はいはい、うん、いや、最高の掘り出しになりました。はい、はい、ということで、武士剣は久しぶりの羽化掘り出し大久保になったけど、うん、どうだった？いやー、でも、うん、血統によって、うん、まあ、うん、そこまで、なんていうんですかね、
ブリードの仕方とか育てにくさが、うん、なんかだからサイズが大きくなる上型は難しいのかなとか思ったりもしたんですけど、うん、特にサンダーセットのやり方とかも変わんないってことですよね。変わんない、もう いつもの大上型、はいはい、なし、うん、だからなんかシンプルというか、うん、なんか種類が違うって言っても過言ではないというか、血統の違いが、あ、まあね、ちょっと別種ぐらい大きいとまた雰囲気変わったりするからね、うんうん、だけどだからこそなんか初心者の人でもやりやすそうな種類なのかなって勝手に思いましたね。あ、まあそうね、大クワガタはそもそも日本の種類だから、うん、日本の環境に合いやすいし、そうっていうのもあって、まあ、産卵数もすごいたくさん幼虫も取れやすいしとか、うん、あと単純に長生きしてくれるから、うん、例えば今年ブリードしてみて、幼虫取れなかったとしてもまた来年もチャレンジできる可能性があるとか、そういうのもあるし、その単純に飼育してる上で、長生きしてくれるっていうのはやっぱ嬉しいしね、普通に。そう、まあ、体も強い種類だし、はいはい、うん、で、まあ、迫力のあるサイズ感の子が羽化してきたりもするし、うん、まあ、やっぱね85ミリ以上を超えてくる子を出したいってなってくると、またちょっとなんだろうな、環境に工夫が必要だったりとか、多分その大きくするための知識みたいなのが必要だったりとかするかもしれないけど、うん、まあ、僕でも85までは全然出てきてるんで、うん、そこで言うとやっぱまあ80いけば十分でかいから、うん、そうだからまあぜひね、多分ホームセンターとかも販売されてたりはするかもしれないけど、昆虫ショップとかそういうところの方がやっぱまあそのいろんなオオクワガタから選べるっていうメリットあるかもね。そのまあ産地だったりとかもそうだけど、血統とかそういうことか、まあ確かにそれはちょっと違うかもな、飼育方法とかのアドバイスとかももらえたりとかするから、だからまあぜひ昆虫ショップ、まあ近くにあるか分かんないですけど、まあ調べてみて行けそうな場所あったらぜひ行ってほしいですね。でまあぜひもう僕もあのランバージャックでという、まあ、関東の昆虫ショップで、うん、オオクワガタとかも委託で出させてもらってたりとかするんで、はい、特に今結構オオクワが多いかな、うん、とは思うんで、はい、ぜひあの時間がある時遊びに行ってみてください。検索もぜひランバージャックしてみてください。はい、そんな感じで今回の動画以上になるんですけども、概要欄に僕が出させてもらった飼育本とか、T シャツだったりとか、あとは、まあ、通販で購入できる、お世話になってる昆虫ショップに、僕の生態出させてもらってたりとか、そういう、まあ、ぜひ見てほしい部分みたいなのを概要欄に載せてあるんで、それもよかったら見てみてください。今回のカメラマンが沖縄県くんです。いや、具志堅です。あ、具志堅か、やっちゃったやっちゃった。あ、いいやもういいよ、沖縄の祭りの掛け声具志堅、まあ、沖縄出身だから、沖縄県と具志堅、しかも県は一緒じゃん。沖縄県違うね。違う、都道府県の県じゃないわ俺。僕の県の漢字はお菓子の片揚げポテトの方です。具志堅の県ってお菓子の片揚げポテトの方なの？握る前にちょっと食っちゃったいやいや、食い気味のこと食っちゃった一緒に伝説作ってこう。ああ、はい、ということで始まりました、最高の時間です。ちょっともうウキウキウォッチ。あ、ごめんごめん、ちょっとタモリさんの、あなたミモリね。いや違う、ボケで言ってないから今の。タモリさんのやつが出ちゃったから、今日ね、やっぱまあ最高の瞬間です。ビールかけ、いや最高の瞬間だけどもな、優勝して優勝してーな優勝してーよ、優勝してーやつ、そんなケツすらないって優勝しておい、できねえだろこんなダラダラしてるやつあー、まあビールかけも最高の瞬間だけど、うん、まあ、クワカブの部屋のね、最高の瞬間といったらもうこれしかないです。羽化した生態掘り出します。おー、確かに最高の瞬間、はい、最高の瞬間、うん、うん、もうやっぱこの瞬間を見るためにクワカブシールドを縦にすんじゃないよ、うんうん、でしょ、縦にしたのもびっくりだけど、うん、クワガブって言ってたから俺多分クワガタ食ってんだよ今クワガタ食ってんじゃないよ、わかんない、昆虫食があるのか知らんけどまああるはあるけど、うん、俺食べる側ではないからあれだけどさ、うん、ごめんごめん、まあいろいろぐっちゃぐちゃになっちゃったけど、うん、この瞬間を見届けるためにこう飼育をしてるって言っても過言じゃない部分ではあるから、うんうんうん、今回、ね、種類ね結構バラバラ。おー、うん、あ、まあいいですね、それはそれで。そうだから、まあその都度紹介するかもしれないですけど一旦出しましょう。はい、今回羽化してきた子こちらです。はい、はい、
こちらです。逆。あ、これか。あー、もうちょい。もうちょい。あー、息継ぎー。あー。いえー、それは息継ぎー。非常口ー。いえ、次次。あー、次次か。次次だった。これですね。あー、それかい。はい、はい、ごめんなさい。なんかあると思ったでしょ。うん、ないんだよ。いいよ、それはそれで。合計で言うと1,2,3,4,5,6,7,8,9、うん、9個はいありますね。はい、なんで、まあ、9匹、まあ、無事に羽化してれば、登場してくれるって感じなんですけど、うん、まあ、種類がね、9匹中何種類になるかな。ちょっとパッと見た感じだと、あ、なるほど、1,2,35種類、9匹5種類、うん、すごって感じだから、はい、なんかこれ野球だったら超絶好調、9打数5安打みたいな。おい、壊れなよ。9、まあ、9打数5安打、9匹5種類は、まあ9の5でしょ。9の5っていうか、まあ、はい、で、こちらですね。はい、こちらです。はい、はい、9匹ね。うん、9匹、まあ、5種類います。はい、はいはいはい、うん、5種類豊富だな。そう、結構ね、うん、うん、まあお酒にも合うし、まあおつまみとしても活躍するしね。まあなんか食べるラー油とか乗っけるとちょっとおかずにもなったりとか、うん、うん、まあ味噌汁とかにも入れたりとか、まあそのまま食べても美味しいし、うん、いや、それ豆腐。あ、それ豆腐か。豊富よ、俺が言ったのは豊富。豆腐か。やめよ、その。あ、ごめんごめん、猿リアクション。あ、これこれね、よかった、相手してくれてないかと思ってた。もう、あ、豊富、そう、種類豊富。はい、なんで、うん、まあ順に折り返していこうかなとは思うんで、うん、まあどうしようかな。今回ね、多分結構久しぶりの子も登場すると思うんで。なるほど。はい、まあ楽しみな子もいるんで、より楽しみな子もいるって感じなんで、うん、まあぜひぜひ皆さん何の種類が出てくるか楽しみにしながら見守ってください。はい、はい、ということで、じゃあ掘り返すにあたって必要なものを出します。うん、こちらです。はいはい、はい、こちらですね。うん、はい、掘り返す用のスプーンと測り用のギスです。あー、逆ー。おい、やめろ、そのモンキーリアクション。あ、ごめんごめんごめん。青いんだよ。いや、関係ないだろ。いいだろ、別に。それやるにしては。ごめん、あの、逆でした。測り用のギスと掘り返す用のスプーンで、うん、これでやっていきましょうか。はい、はい、もう順番的にはもうまとめて同じ種類で固めていこうかなと思うんですけど、あ、まずはこっからいこうか。はい、こちら国産オクワガタです。おお、お久しぶりの国産オクワ。はい、これは去年2022年の7月割りだし、だからまあ5月ぐらいに孵化してるって感じだから、1年3ヶ月ぐらい、うん、幼虫してたって感じですね。で、羽化したって感じ。さあ、だから来年に持ち越しになるかなと思ったけど、羽化するの結構夏場を超えちゃうと、そのオオクワガタとかって次の年まで幼虫期間が伸びるとかいうか、来年のあったかくなったタイミングでさなぎになったりするんだけど、この子は夏終わりで羽化してくれたね。見える？雰囲気がめちゃくちゃ潜んでる感あるな、うん、かっこいいなこれ。いや、だからオオクワガタ正直今年もう羽化してこないかなと思ってたけど。もう悪いことなんですかね、もう1年幼虫しちゃう。いや、悪いことではないけど、うん、まあ単純にその分羽化までのリスクがあと1年間、うん、幼虫っていうのはちょっとリスクは上がるイメージはあるかな、うん、やっぱ1年で羽化してくれた方が飼育してる側としてはちょっと気持ち楽かな。うんうんうん、禁止身もだから単純に言ったら倍ぐらい増えるからね。うんうん、だからまあちょっと幼虫期間が長くなるけど、まあ2年だからって、なんだろう、セミ科って言うんだけど、幼虫からサナギになるタイミングを逃して、うん、もうサナギになるタイミング逃して幼虫の姿のまんま衰弱してほしいなっていくみたいなこともあるんだけど、それの可能性も出てくるからちょっと心配にはなるかな。うんうん、でもオオクワガタ自体は結構1年で羽化してくる子と2年で羽化してくる子いるはいるから、うんうん、そこまでこう深刻になる必要はないって感じ。うん、で、これは 32g、はい、ですね。だから 80mm とかの子の可能性もある。さあ、これも開けてみましょう。いきます。見えるかな。はい、おお、かっこいい。でかそうだね。ちょっと出してみましょうか。はい、お、立派、だいぶ立派になってくれました。おお、うわ、コクワガタばっかだからめちゃくちゃごつく見えるな。あ、もう重みがすごいもん、やっぱ久しぶりに見たわ。
かっこいいね。もうだいぶ固まってるね、うん、後ろも、まあちょっとほんのり赤いけど結構動き出してるぐらい。おお、めっちゃ綺麗。サイズどうだ、結構でかいんじゃない。80は超えてそうな気するけどね。さあどうでしょう。今年ね、大きかったサイズはそんなにだったから、この子が一番でかい可能性まであるかも。はい、来ました。結果 82.5、 はい、80は超えてくれました。うん、だいぶ立派、素晴らしい。写真撮影タイム、チェキ会入ります。チェキ会です。いや、これちょっと見て、これ潜んでる感すごいよ。めちゃくちゃかっこいいな。真っ黒だといいですね、うん、下手したら今年最後のオオクワガタになるからね。ああ、8月の終わりに、うん、いや素晴らしい。8月の終わりに大きい子が登場してくれました。まあ見といてよ。やっぱ82か、85が今うちでマックスだから、そこで言うとそこには届かなかったけど、やっぱ80超えてくるとだいぶ立派ですね。今年で言うと一番大きいぐらいのサイズ感かも。しかも体もすごい綺麗で。これ国産ですもんね。これは国産、日本のオオクワガタ。もう飼育下でどんどん大きくなってきてるからね。今じゃもう9センチ超えるようなのが誕生してるから、飼育下だと。すごいよね、想像つかない、90超えるような奥は、うん、まあ本当真っ黒でシンプルに、うん、かっこいいですね。かっこいいね。結局やっぱこのオオクワガタに憧れて飼育始めた人っていうのがたくさんいるから、うんうんうん、かっこいいわ。顎もすごい綺麗、素晴らしい。はい、はいはい、ということで終了です。はい、はい、結果9匹ともみんな健康的で、うんうん、まあネパレンシスもオオクワガタもババオオにも立派な子誕生したし、うんうん、セメドウに関してもね、オスも50ミリ近い子が出てきて、うんうん、でサイズも迫力あって個人的にも良かったです、うん、はい、でまあ他その今日登場した種類合計4種類の子も結構再生リストで産卵セット組んだりとか、まあ種類によっては禁止瓶交換したりとか、そういうのも動画上がったりするんで、うん、ぜひ気になった方は再生リストまとめてあったりするんで、そこから飛んでみてください。はい、具志堅的にはどうだった？いやもうほとんどみんな綺麗に生かしてきてて、うん、そうね、ネパレンシスだけちょっとだけ開いちゃったわ、うん、開いちゃったけど、うんうん、もう日本のクワガタもいれば外国のクワガタもいて、うん、そうね、もうやっぱ幅広いですし、そこら辺が確かにね、うん、いろんなクワガタ、うん、いろんな特徴があって、うん、まあオオクワガタとババオゴーニャなんとなく僕もカメラで何回も撮ってるから、うん、なんとなく特徴は分かったんですけど、うん、だコクワガタの感じが、うん、まあちゃんと見た時に、まあサイズもコクワガタだけど、うん、立派なサイズだったり、うん、あの攻めの、あ、攻めのコクワ、オスのその顎の形が、うん、よく見たらこうなんかギザギザしてるような、あ、そうね、なんだろうな、ちょっと突起がね、はいはい、複雑な感じというか、うん、ある感じで、うん、最初にやっぱりコクワガタを見たんでオス、うんうん、だから大きいなともちょっと思いましたし、ああそうね、うん、出てきた時やっぱ日本のコクワガタのイメージからするとでかいかもね、うんうん、だからそこら辺もあんまりコクワガタってなんか僕は色があるクワガタが好きだったりするんですけど、ああいう細かいとこまで見ると、うん、やっぱコクワガタの良さというか、うん、サイズの大きさだけじゃない魅力がいっぱい詰まってるんだなっていうのは感じましたね。そうね、だからコクワガタ好きになってる人って結構もう沼入ってるから、うん、そうですよね、うん、なかなかどうしても僕初心者とか素人は、うん、大きいとか色が綺麗とかツヤツヤみたいなのが好きなんですけど、ね、まあね、うん、もちろん好きだけどね、うん、俺らもね、かなりこう渋いというか、うん、クロートの領域ですよね、そこら、まあそうね、まあ、うん、そうかもしんないね、うんうん、でもよく見たら違いも感じてくれて、うん、はいはいはい、ああよかったよそれは、うん、だから、まあうん、まあ今後も多分、まあ、オオクワガタはどうだろうな、あともうちょっと今年羽化してきてくれたら嬉しいなとは思うけど、うんうん、やっぱオオクワガタ久しぶりに言うとかっこいいね、うん、いいっすね、うん、そうね、そうね、だからそういった部分も、うん、まあ具志堅も感じてくれたみたいでよかったです、うん、はい。
今回の動画は以上になるんですけども、概要欄に、僕が出させてもらってる飼育本だったり、そういうのを購入リンクとか具志堅の YouTube チャンネルとかいろいろ見てほしい情報を貼ってたりするんで、そちらもぜひチェックお願いいたします。そして今回のカメラマンがプレス岡さんです。ひろか！あ、ひろかさんだ、すいません。何プレス岡って、潰さないでよ。平らにするために潰しちゃいました。なんで潰すの、そのまんまでいいよ。ひろか！いやいや、それ何?VS じゃないよ。平岡 VS。あれ、威嚇じゃないですか？違う。平岡の。威嚇して、威嚇返ししてくんなよ。あ、すいません。すいません、平岡さん。はい。うわぁ、おぶしが出た。一緒に、先生作っていこう。威嚇。はい、ということで始まりましたけども。はい。はい、本日、最高の瞬間を、ご用意しております。ありがとうございます。平岡にとって最高の瞬間、平岡にとって視聴者の方にとっても最高の瞬間、おとなってくると僕にとっても最高の瞬間。わあ、いいこと言うね。これは何でしょうとなれば、もちろんこれです。はい、言っちゃってください。サラブレッド購入したー。馬じゃないから。うまくやってないんで。うまやってないんですか。はい、馬株の部屋じゃないんで。何それ株。今回はい、うか振り出しです。よいしょ。ほアンタエウスオオクワガタですね。出ました、アンタエウス。はい、の今回はネパールだ。ネパールアンテ、ネパールアンテ。はい、ネパールのアンタエウスの2種類、はい、まあアンタエウスオオクワガタグランディスに次いで今のところ大きいオオクワガタかな。ほう、ネパール以外にもなんかいんの？はい、まあインドだったり、結構アンタエウスはいろんな場所にいる。幅広く分布してる、はい、グランディスとネパール、まあ、グランディスとアンタエウスだけでもう下手したらもうほんと世界中にいるぐらい、結構広い分布でグランディス、グランディスというかまあまあいろいろあるんですけど、まあまあまあ、はい、説明むずいですね、ごめんなさい。はい、ちょっと集中していいですか。お、いいよ。呼吸整えてる。よし、集中の仕方独特。ちょっと集中できないな。いや、ごめん。切り替えていきましょう。はい。ブル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 。あ、もう最悪。終わりです。終わりました。すいません、すいません。ちょっとね、浮かれてはいます。あ、浮かれてはい。あ、なるほどね。うん、じゃあいい感じな。これね、だからスマトラ、まあ、スマトラとパラ、あのアンタエス、はい、スマトラ、ネパールアンテ、はい、この2種類ってまあそれこそ神奈川のブリーダーの方が力入れてる2種類、そうですよね、っていうのもあって、今回ね、どうスマトラはもしかしたらクローブスターケットって神奈川のブリーダーの方からいただいたケットの子はいないかもしれないんですけど、はい、あ、なるほど。ネパールアンテに関してはあの以前いただいた子ですね。おお、はいはい、はい、あれってどうだったっけな、いつます、ウカ掘り出しでネパールアンテ出てきた時の子 で、はい、 そうですね、それをいただいたんですよ、うんうんうん、それ多分昼動画であのいただいた際の時生態を紹介してるんですけど、はい、その子がようやくオスが浮かしてきたって感じで。なるほどね。メスに関しては配信で1ヶ月に1回やってる浮かした生態全部掘り出すの時に現れてるんで、それをぜひチェックしてみてください、はい、いや、ぜひお願いします、はい、なんで今回はその2種類を掘り返していくんですけど、ちょっとね、どうしようかな、うん、実際のところスマトラが3匹、スマトラ3、ネパールアンテが2匹っていうことですね。っていう5匹です。はいはいはい。で、ここね、結構難しいですね。どれから行くのか、うん、やっぱ個人的にはスマトラが好きなんで、うんうんうん、スマトラ最後にしたいんですけど、まあアンテも記念すべきね。そうね、まあ、うん、ネパールアンテ一発目だったりもするんで、こうやって大々的に動画で映るっていうのは、はいはい、なんでまあ、うん、ちょっとこっちのアンテを中心に行きたいっていう気持ちはあるというか、なるほど、はい、ちょっと選んでください、平岡さん。俺が選んでいいの？はい、どっちが先か。まあでもやっぱり記念すべき、はい、そのネパールアンテっていうことなのであれば、うん、やっぱネパールアンテを取りに。あ、じゃあスマトラを先に。そういうことです。なるほど、わかりました。はい、ネパールアンテからいきます。うわー、なんで聞いたの。ガーなんでダブルピースだった。意外と平和なやつ。やめろよ。攻撃的かと思わせて。意外と平和なやつやめろ。いや、まあでもアンテからいこうかな、うん、アンテやっぱちょっと言ってスマトラがやっぱごついとアンテのごつさっていうのがちょっとあれかもしれないんで、先にアンテの方がいいかも。アンテから、うん、行こうかなと思います。はい、はい、じゃあ、アンテ掘り返していくにあたって、はい、必要なものを出しましょう。はい、こちらです。
はい、はい、逆こっちだ、こっちでした、すいません、逆です。はい、掘り返すのスプーンと測り用のノギス、そうですね、これで測って掘って、はい、いきましょう、いきましょう。はい、まあ、あんってね、正直どれぐらい目標にすればいいか分かんないですけど、とりあえず、ね、やっぱり迫力が出てくるサイズ感っていうとやっぱ80ミリぐらいかなと思うんで、うん、80いってくれてる子いたら嬉しいねって感じで。なるほど、いますかね、とりあえずは。分かりました、はい、目標は80、そうですね、はい。なんで、まあ、そこで掘り返していきます。いきましょう。どっち、あ、まあ、一応体重順で、そうね、軽い順からいきましょうか、はい、じゃあこっちから。はい、はい、これが 34g34、 34、うん、まあ、普通のオオクワガタで考えたらだいぶでかいんですけど、日本のやつなんですけど、これに関しては言えばどうなんやろうね、どうなんですかね。でもやっぱ神奈川のブリーダーの方のとこ 50g とかいたんでのイメージよね、うん、結構小ぶりなんじゃないかな。なるほど。で、僕とりあえずもうこの家は基本的に DDA の G0、うん、F0 使ってるんで、はい、やっぱ消化吸収のいい G0 を使いました、はい、この禁止瓶として、はい、だから2本で羽化まで行きましたね。2022年の12月孵化だから、まあ11ヶ月か、はい、で羽化してきたって感じです。なるほど。さあ行きましょう。1本目800の2本目は2300で、はい、さあどうなってきてるか、ここですね、ありますね、うん、どうでしょうか。あ、どうだろうね、いい感じで、いや、いい感じに見えてますね、うん、口みたいにね、うん、なってますね。そう、さあ行きます、行きましょう。でも2本で羽化まで行ってくれてよかったですね、うん、さあ、さあこれで 34g だった子がどんぐらいか、まあ、この子がまあ基準点ね、はい、可能性あるよね。とりあえず無事ですね。お、よかったよかった。行きます、1本目、はい、こちらです。はい、おー、出ました。おー、でも結構かっこいいわ。かっこいいやん、このね、大クワやね。そう、この二股に分かれてる感じが、うん、ただやっぱ僕らが知ってる大クワよりも、うん、よりこう顎の面積が広いというか。そうですね、いや、かっこいいです。平田の雰囲気もまとった大クワ型っていうね、かっこいいね、強さもあるね、うん、やっぱ昔相当人気を博したクワ型ですから。おー、かっこいいですね。バッファローみたいな、確かにな、ここマジ角って感じですね、ほんまに。そう、うん、やっぱハサミっていうイメージがあるけど、クワガタって。そうね、角感あるね、っていうよりは角感が出てくる。うーん、かっこいいね、かっこいい。でも2本で十分立派になってくれました。さあこの子どれぐらいでしょうか、ね、どうだ。でも70どんぐらい、74、6ぐらいですかね。おー、すごいね、74から6ってことね。はい、うん、ゴートバスやん、思ってグースめっちゃ好きやん、ね、さあどうだ、サイズ意外とでかい、もしかして。もうちょ、開いて、開けごま、お、開けごま、ドア開けようとして、お、来ました、来ました、結果、はい、79.7。 おー、でかい、意外とでかい。もうだから、ね、目標の80手前まで来てますよ。確かに、目標上げちゃうか。だってこの子の方がね、うん、ちっちゃい、まあその幼虫体重でいうとね、そうですね、ちっちゃいわけですから、うん、もう上げ80、確かに意外と立派ですね。84ぐらいにしたらいいんじゃない。確かに、じゃあ79で、いや、もう越したことになっちゃうから、そしたら、そうか、下げちゃってる。まあでもとりあえず80で、まあまあそうね、せっかくだしね。そうですね、あ、でも予想以上に大きくなってきた。いや、いいですね、素晴らしいスタート。はい、うん、ただちなみに親は83mm ですね。あー、立派だね。だからまあ一旦親越え目標でもいいかもしれない。あー、いいね、はい、さあ残り1匹、はい、安定。こっちはね、結構いい感じで食ったんですよ、暴れることもなく。ほうほうほう。で、前回体重が、44g。 おー、さっきの子より 10g。 うん、重いって感じなんですけど、うん、どうだ、ここか、ここですね。ありますね。さなぎの空間はね、ちょっと分かりづらくて、どんな感じになってるか分かんないですけど、はい、はいはい、ちょっとサムネ撮った時に、はい、隕石降ってきて、はい、あの再生ボタン、録画ボタンが停止になっちゃってたみたいで、すいません、僕のミスです、すいませんでした。まあでも平岡さんが隕石止めてくれたからよかったんですけど。いや、そんな地球を守るヒーローじゃないです、僕は。ありがとうございます、助かりました。停止ボタンを押してしまうゴミです。そんなことないです、すいません。なんて返せばいいんですか、それ。そうだなって言ったらやばいでしょ。確かにやばいし、うん、ごめん、どうしようもない。訂正してください。ほんと、もっと早く気づいてよ。ちょ、極端だな、ずっと0100の男なんですか、意外と意外と、間がない、意外とそうなんですか。いや、すみません、ほんとに、ね、いや、全然、いや、ただ、出てきてはなかったんで、そう、ギリ手前でなんとか止まる、はい、いや、ギリギリ、よく気づきました、むしろ危なかったです。さあ、行きます。はい、ただ、結構ね、ちょっと雰囲気だけ見えてきてるんですよ、うん、お、本当に、ちょうどひっくり返す寸前だったんで、土かぶって、あ、いい感じですね。さあ、行きましょう。さあ、どうだ。はい、はい、おー、出ました。でもさ、そんなか、あれ、あ、そんなだ。さっきの子の方が大きいんじゃない。さっきの子の方が大きいかも。ほんまやね。
構小ぶりに見えるけど、どうでしょう。わかんないな。でもなんか体はちょっと厚みはある感じもしたりもするし、まあ、かっこいいけどね、だいぶ、うん、まだちょっと赤みはありますね。横めっちゃ太いな。横太いよね。ここすごいですね。そこすごいね。そこに持ってかれることなんてあんにゃん。そんなことある。横すごいね。頭でかいけどこんな感じなのかな。さっきのことちょっと見ていいですか。ちょっと比べよう。で、こいつ胸めっちゃでかくない。胸でかくないわ。あれか。あ、でもなんか、あ、でもまあでかいか、こっちの子も。あ、確かに。いや、でも80どうやろ。あ、でもどうだ、絶妙なラインやな。確かにこの子が79点ちょっとぐらいやったな。こっちの方がでかくは見えるけどな。どうでしょうか。さあどうだ。横にちょっと分かんなくなってきましたね。ありましたね。もっとなんか余裕でいってる感じで。確かに83ぐらいいたら嬉しいなって感じだったんですけど、うん、どうでしょうか。はいはい、いきます。お、なるほど。はい、結果76.2。おお、うん、こっちの子の方がちっちゃくなっちゃった。ちっちゃいねんな。だからさっきの子は緊張の中でいい感じで育ってくれたのかもしれない、ね、なるほどね。いや、分かんないもんですね。いや、分かんないもんですが、いやでもやっぱ、いやでもやっぱかっこいいですよ。かっこいいよね。うん、わあすごい、顎が強そう。で、グランディスオオクワガタとか、うん、僕グランディスの方が好きなんですけど、はいはいはい、オオクワガタで言うと一番好きなのがグランディスなんで、オオクワ最初のね、やっぱまあ思い出もあるし、やっぱ世界最大っていう、うんうん、そのネームバリューもあるんで。何、どういう違いが。あ、でも全然違います、もう見た目が。あ、もう完全に違う、うん、もう光沢感が強い。うん、ちょっとセダン車感がより強いというか、まずアンテは。で、まあ、顎もどっちかちょっと平田っぽい雰囲気も感じたりとか、ここが太いとかあるんですけど、グランディスはやっぱでかく、どんだけでかくなってもここの顎が、うん、ここの突起が真ん中にあって。なるほどね。ちょっとごつさがあるというかね。でもアンテウスの方がやっぱ産卵セットも産卵剤いらなかったりとか、うん、っていう部分で繁殖もそのブリードもしやすいんで、はい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 、アンテから始めてみるのもいいかもしれないですね、大きいオオクワガタを。まあどちらかというとやりやすいのは、うん、飼育しやすさは僕的にはアンテウスです。なるほどね、うん、入門ってわけではないやろうけど、でも入門って言ってもいいぐらいじゃないかな。あ、そんなぐらいの、うん、じゃあおすすめの種ではあるということですね、うん、冬場でも別に産卵してくれたし、うん、年中産卵してくれるんで、なんか感覚は本当インドネシア系のクワガタ、はいはい、平田とかみたいな雰囲気で感覚でその繁殖もできるんで、体も強いしで、かっこいいしね、うん、っていう部分で言うと、そうだから80見たかったですね。確かにね、うん、まあでも第一陣なんで今後出る可能性があるんで、それは楽しみにね、うん、ぜひお待ちいただいて、うん、で これぐらいの感じになるんだったら1400でもいいかもしれないです。あ、禁止日ボトルがね、はい、で3本でとかでもいいかもしれないですね。2本から3本ででも、はい、いや無事で何よりでございました。いや、よかったです、はい、ということで終了です。終了、はい、ちょっとね1匹そうね、うん、まあ羽化不全ではあったんですけど、はい、まあ、ただあの感じだとしっかりこのまま生きてくれはしそうなんで、はい、うん、まあなんでうちで類代する可能性もあるかな。結構かっこいい子ではあるんで、うん、そうね、うん、サイズで言えばあの方がだって一応まあ参考でしたけれども、ね、うん、大きかったですからね。そうですね、意外と体重の割にサイズ感も伸びてくれてた雰囲気はあったんで、はい、はいはい、うん、でアンテもねようやく羽化してきてくれて、うん、うん、でこれから多分またちょくちょくと羽化してくると思うんで、うわ楽しみ。どうすかね、うん、だからこの一応ねこの2300と1400で管理してる 2種類で管理してるんですけど、はいはいはい、うん、今のままだとやっぱ1400の方がこう僕のお財布事情にも優しいし、はい、このサイズ感必要ないんじゃないかなっていう感じの経過にはなってるんで。なるほど、うん、ただまあやっぱ一番大きいとねやっぱ90ミリ中盤とかになるのかな。あ、そんなに大きいのぐらい大きいんですよ。おい、はい、なんでそうなってくると、まあ、2300でもいいのかなとは思うんで。そうなるよね、うん、まあそこら辺ね、まあ90はね、まあまだまだ先ですけど、まあ80はまず、うん、80とりあえず次超えれるかどうかっていうところ、そうですね、楽しみに待っててもらえたらと思います。はい、
平岡さん的にはどうでした？いやそのまずアンテ、はいはい、あんま見る機会がね僕はやっぱり、うん、ショップで置かれてる子 で、ね、で見たりはするけど、はい、こう出てくる金振さんのねところとかそうそうそう見たりはしますけど、はい、まあ、こう出てくるとこってあんま見ないんでね、うんうん、新しい感じもしておー楽しかったですね。あーよかったです、でまあやっぱスマトラもねやっぱ相変わらずかっこいいんでかっこいいですね、うん、うん。まあまたいろんなスマトラ見たいね。あーやっぱかっこいいから、うん。いやでも平岡さんも十分かっこいいですよ。いきなりなんだよ、くどいてくんなよ結婚しません。何それ、しないけど。ああ。どの道無理だけどいや、うん、そんなんかそんな落ち込むなって。落ち込んでもないけど。ベロケロベロスベロケロベロス、いや今日の MVP でもあるかもな。何が、うん、だからスマトラとはアンタイウスとベロケロベロスが浮かしたっていう感じでしたね、はい、いや確かに言えてないんだけどな、うん、新しくケルベロスなあ、ケロベロスなんですか、うん、ケルケルベロスずっとケロベロスって言ってちょっとカエル感出ちゃってましたねベロのロに持ってかれてるからベロケロえケルベロス、そうあめ絶対言えないわ俺ベロケルベロス。お言えんのか言えるんか言えんのかなんだよこれ、はい、あでもよかったです、はいはい、そんな感じで、はい、今回の動画は以上になるんですけど、ええ平岡さんの YouTube チャンネルも概要欄に貼ってありますんで、ええ、そちらもぜひチャンネル登録してみてください。お願いします、はい、ゲームチャンネルみたいな形ではあるんで、みたいな、はい、ゲームチャンネルね、ゲームチャンネルにはなるんですよ一応、ええ、はい、なんでそれもぜひお願いいたします。お願いします、はい、で T シャツとか販売も、はい、概要欄でしてたりもするんで、はい、そちらもぜひチェックお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。